はい、はい、それではですね、えー、主要校の、えー、論文模試のですね洗い出し講座の方を始めさせていただきたいと思いますそれでは草川先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますお願いしますじゃあ早速画面共有してよろしいでしょうかはいはい それでは、えー、と主要校の論文模試が触れる論点、洗い出し講座、監査論を始めていきたいと思います。えー、草加ですよろししくお願いします、えー、とまずです、ね、今回はあの各主要校の論文模試をすべて調査したところです、ねえー、広範囲から出ているなという印象で、ここっていうふうになかなか絞りきれていないというところが、まあ、実情です。 というのも、まあ、試験員の先生方、各ね、いろいろなあの論文著書があり、えー、範囲も広く、しかもですね、最近の出題傾向を踏まえると、まあ、確かにね、ここが絶対出そうだっていうところが、あのー、あまりないと、まあ、主要な、監査上の主要な検討事項、これがですね、まああのー えー、2年前かな、暑かったですけれども、そこももうあの完璧に出てしまっているので、まあ、じゃあどこかというところで、えーまあ、分析を行っていますので、えー、特に、ね、ここがもう絶対だというような感じでは、監査論が今年はないというところはまず特徴的なところです。で、えー、この表は、えーと、論点が左側にありまして、その隣に主要項の模試ということで、まあ、各主要項の模試で出題されたかどうかと。 というところそしてレックの真ん中の列はです、ね、レックのロングレトーレンと模えここで出ているものについて、星をつけています。それを踏まえて、右側で重点的にチェックすべき事項というところで、丸、三角、二重丸、これをつけています。 ではまず最初にですね、えー、財務所要監査総論のところは、ここは主要校では、えー、直接的には出題がなかったんですが、えー、ちょっとね、私としてはこの一番上の財務所要監査の総論の部分に丸をつけさせていただいています。えー、この理由は、えー、ここで差がつくからということなんです。えー、万が一出たときに、ここが書けなくて、えー、残念な結果になる受験生があまりにも過去ね、調べてみると多いので、えー、最低限、 えー、財務省監査総論のところ、特に換気法で言えば200が該当しますが、えー、その部分については、出たら何かしら書けるようにしておいていただきたいということで、丸にしています、はいえー、なので、まあ、財務省監査総論は、えー、主要項の模試ではあまり出てないですが、えー、総論のところ、最低限書けるようにという意味です。 で次、主体論ですねで。主体論もですね、それほど模試で、えー、出ているというところではないんです。なぜならば、これもここ3年以内に、えー、ストレートに、ね、聞かれている、特にこの精神的独立性と外観的独立性。まあ、これがあのもろに聞かれていて、定義もそのまま書きなさいと、えー。ここ10年 ないいぐらいで、えー、同じ問題2度出てますね。なので、まあさすがに精神的独立性、外観的独立性はちょっと出題,出,出題可能性は乏しいだろうということはありますが、逆に正当な注意と職業的会議心、ここはですね、まあ、常に監査論の中では重要なテーマであり、かつですね、正当な注意は全然出てないんです。なので、 えー、ここはね、えーまあ、主要項の模試でも出てますし、もちろんレックの当連でも扱っていて、えー、その中で、まあえー、試験対策としても見といていただきたいということで、丸にしています。はいまあ、この主体論のところでは、やはり正当な注意と職業的懐疑心かなと思っています。で、もう一つね、主体論では、えー、倫理規則なんですよ。 この倫理規則1ページ目の一番下ですが、えー、ここには丸を付していますし、主要項の模試でもまあ、1項でね。出ているということで星になってますが、あのー、これはですね。2023年4月1日から実務上も、えー、新しい倫理規則が適用されているんですね。まあ、こういったところは、あのー、監査上の主要な検討事項もそうだったですし、新しく適用されて実務上もあ、えー、基準が。 新しくもう出ていて、しかも実務上も適用されている、こういったところはやっぱり出やすいんですね、ただ一方で、皆さんは修了講座というね、3年間、えー、実務経験積まれた後に受ける修了講座の中で倫理規則が一つの科目として、えー、職業倫理という科目として試験に出ることを考えると、まあ、今回の公認会計試験で出る可能性っていうのはどうなのっていうところは正直あります。たただだ、えー、倫理規則を出すタイミングととしたら今年だろうと いうことで、えー、まあ最低限書けるようにはしといていただきたいので、えー、ここも丸印をつけています。では二ページ目に行きます。二ページ目はね、企業内容開示制度ここは出ま出ないと思います。えー、というのは、CPAOB の出題範囲のところで、えー、論文で重点的に出題する項目から外れていますのでね、まあ企業内容開示制度はここはいいでしょう。えー、そして。 実施論、まあ、これはもう絶対出ますよ。実施論からは絶対出るんですが、じゃあどこが出るのかといったときに、主要項の模試も、ね、含めて見ていくと、まず最初の、えー、実施論の総論、まあ、ここはですね、監査要点とかね、そういった基本的な話は、まあ、押さえておく必要があるだろうということで、丸にしています。主要校でも1回出てますね。で、えー、その後、監査意見、監査証拠、監査手続き、まあ、ここはあの事例問題も。 お,ーまあ、おそらく出るでしょうから、そうすると1問は出るでしょうね。で、そうなった時に、何をやるかといったにまに、まあ、主要項の模試では分析的手続きとか、貸付金に対する監査手続きが出ています。えー、一方、レックのロングレ・トーレン、論文模試ではまあこれだけ出してますね、分析も含め、棚卸さんの評価の妥当性、ロールフォワード、確認際監査証拠、監査手続きの事例問題、立ち合いとかね、えー、そういった、まあ、立ち合いなんかも最近、 えー、ここ数年はちょっと出てないので、あのーまあ、やっといた方がいいなということなので、えーまあ、この監査手続きのところは20丸、まあ、絶対出ますよ、1問はね、えー。ということで、えー、20丸にしてますので、まあ、これはあの模試、そして当連でしっかりと復習をしておいていただきたいと思います。でリスクアプローチですよね、これはあの大事なんですよ、ものすごい大事なんですが。 2年おきぐらいに出ていて、えー、ついこの間も、ね、出ているので、まあ、そういった意味で連続して出るのはどうなのということで、二重、まあ、丸とか丸とかはつ、ね、けてはいないんですが、あまあ、出た時には、ね、最低限の知識は当然持っていていただきたいですが、山かどうかというと、まあ、そうではないかなというところですね。主要このあのもで個、 え監査計画のところで出て,ます、ねえー、出てますので、リスクアプローチはまあ特に出てないんですね。はい、なので、監査計画もじゃあ、どこまで出るかというところもありますけれども、えー、監査計画、換気法300ね、えー、これを引ければいいでしょうということで、えー、特に丸はつけてます。あと、監査上の重要性、これも大事な話ではあるんですが、まあ、ちょこちょこ出ているというところもあるので、まあ、これもね、えー、換気法を参照できれば、 ああいいかなというところで、えー、丸特には付していません。主要項でも出てませんね。で次、重要な虚偽表示リスクの識別評価、まあ、これは換気法でいえば315ですね、315。で、えー、この辺に関しては、まあ、あのやっぱり一問はあの出る可能性が高いと思います。えー、特に換気法315も、ね、改正されていて、でその中でね、えー 固有、まあ、リスクと統制リスクを分けて評価するなんていう、まあ、トピックの論点は前回の論文、前々回から出てますけれども、ただ依然として実務上、それはあのトピックの話なので、まああの、このリスク評価のところ、換気法で言えば315のところは、まあまあ、出題可能性は、えー、十分高いなということで、えー、丸をつけております。でですね、えー、次に。 評価したリスクに対応する監査人の手続き、まあ、リスク対応手続きとか全般的な対応ですよね。えー、ここはどちらも丸をつけています。えー、主要項の模試では、ね、この特権リスク絡みのところが出ていましたが、まあ、特権リスクに限らず、えー リスク対応手続き全般としてね、えー、これはやはり抑えておくべきだろうと、特に特別な検討を必要とするリスクは主要項でも出ていますし、あのここはね、リスク評価が固有リスクと統制リスク、分けて評価するということになったことに、えー、の、まあえー、こ原因というかな、あそれはあの特権リスクの評価をしっかりしたいと。 ね、これも1つの問題意識があって、それで IR と CR を分けて評価するっていうことですから、やはりね、特権リスクの評価っていうのは、あのかなり重要性は高いという意味で、丸、えーま、ですし、主要校でもそこがまさに出ているということですね。はいえー、では3ページ目にいきます、会計上の見積もりの監査、まあ、これは会計基準の話もね。えー ここ数年で改定されているところですし、まあ、あの基準が出ているところですし、えー、監査論的にも、ですね会計上の見積もりの監査っていうのは、もう実務上は最も重要と言っても過言ではないぐらいですね、えー、財務会計で、ね、やられてると思いますが、やはり減損なんていうのは、監査上、もう常に重要な話で、えー、減損に関する事例問題っていうのは、しょっちゅう出てます。でそこの 減損に関する事例問題に関しては、まあ、財務会計論の、ね、知識で、減、ま、損、あの兆候とかね、例えば有給資産だったら減損の兆候あり、認識、測定していくっていう話は、まあ、財務でやってると思いますので、そういった知識をフルに、ね、使っていただければ、まあ、監査論でも十分対応できるかなと思うんですが、そこに関して、会計上の見積もりでどうやって監査をしていくのかといったときに、まあ、特に、ね、これ、主要項でも出ちゃってますけども、バックテストっていうね、可年度の会計上の見積もりがの確定額の検討、これは当然、レックでも。 出してますけれども、えー、このあたりっていうのはまだ試験本試験では問われていないですがもう実務上はこのバックテストをやってるかどうかで そそれこそ、ね、公認会計士協会の品質管理レビューで指摘されるかどうかというような、あのー、話になってきて、すごく重要なんですね。なので、実務課が問題を作るんだったら、まあ、少なくとも私が問題を作るんだったら、バックテストは出したいと思いますので、まあ、そういった意味で、ここはあのー、大事なところですね。なので、丸にしています。はい、なので、会計上の見積もりはあの、ただ難しいんですよ。難しいので えー、換気法もね、540かな、難しいので、手を広げすぎるのは得策ではないです、なので、えー、当連、えー、模試、えー、ここに出ている問題で、えーまあ、もうそもそもね、他の論点も、監査論に関しては当連と模試に出ているところを抑えればいいとは思ってますが、特にこの会計上の見積もりなんていうのは、あのもう当連模試で抑えていただければね、ほ、えー、に手を広げる必要はないですからね。 はいでえー、次、他の監査人等の利用、これはですね、えー、他の監査人等の利用、も5年以内に出てるんですね、えー、じゃあ、なんでこれが丸なのかっていうとうん、これは賛否両論あると思うんですが、グループ監査のところが、この間ね、担当の時から、あのまあ、担当と論文で、えー、試験範囲がどうなのって話で、このグループ監査におけるしあの検討事項っていうね、新しい環境600が、この論文では出るということなんですよね。 新しい換気法600が、えー、論文式試験で出るということで、えー、ごめんなさいね、えー、っとなので、えー、そこが、まあ、どれだけ可能性が高いかっていうと、個人的にはですよ、個人的にはグループ監査の新しい換気法は、えー、実務ではまだまだ適用が先なので、えー、個人的には出る可能性は高くないと。 まあ低いと思っていますが、まあ、一応ね、主要項の模試でも出ているし、レックでもその改正に関係なく、つまり旧換気法のグループ監査のところと、新しいあの環境のグループ監査の600のところ、えー、ここで、えー、内容が変更されてないというかね、根本的な考え方が同じ部分というのがあって、えー、そこに関しては、出題可能性はあ、そこに関してはあるのかなと。 いうことですでじゃあ、それがどこなのかというと、これはもう、当連と模試で出してますんで、えー、これはもう、えー、このグループ監査のところも、当連と模試だけにね、特化していただくのがいいと思います。えー、新たな環境600の派生論点をやるというのは、あまり効率的じゃないし、効果的でもないと思いますので、えー、このね、他の監査人等の利用の、特にグループ監査の環境600の部分も、えー、この当連で出している部分、<laughs> ごめんなさい。 常連で出している部分というのは、改正に関係のない、改正の影響を受けない根本的な部分を出していますので、ここで押さえていただきたいと思います。でですね、経営者確認書がこれ、主要項で出てるんですね、まあうん、経営者確認書はそうですねあの、どういうことかっていうのは、まあ、おそらく最近出てないからっていうことなんでしょうね。 えー、ただ、経営者確認書の、ね、換気法を見ていただければ、あこれもです、ねあのー、載っていますので、換気法に出てないようなところが、まあ、あ出るということは、経営者確認書に関しても考えにくいので、まあ、換気法を、ねえー、うまく引けるかどうかということになります。はいえー、これが経営者確認書です。だからまあ、特に丸は不してません で報告論ですね、第5章のところ、まあ、これテキストの第5章ということで、報告論なんですけども、報告論に関しては、えー、試験員の先生方、各先生方、著書とかあるんですが、あのまあ、ここのところ、報告論、立て続けにずっと出てますんでね、まあ、そうするとどこが出るのかなっていうと、まあ、主要校の模試では結構、報告論はまんべんなく出ていますが、えー もちろんレックでもね、当連とかでまんべんなく出していますが、まあ、特にといえば、この関西意見のところですかね、えー、意見の種類っていうのは、これは事例問題でも問うことができるので、えー、意見表明のところを特に丸にしていますが、まあ、あのー、 まあどこが出てもね、報告論に関しては確かにおかしくはないとは思いますので、えー、主要項でもまんべんなく出ていますのでね、もしでまんべんなく出ているので、えー、ここもしっかりともし当連使って、えー、復習していただきたいし、あのー、報告論に関してはね、えー、まあ丸ついてないところもまんべんなく見ておく方がリスクヘッジにはなるかなと思います。でその次の次主要な検討事項は、ね、やはやりこれ えー、主要項で2項でね、あのまあ、2校というか、ね、二、え、回、ー、出ています。で、えー、これはですね、まあ、あの実務上はずっと大事な論点であるということと、えー、本試験でもどーんとね、もう主要な検討事項について述べなさいっていう、大問で1個出ています、ここ3年以内に出てますが。 その時に出なかった論点っていうのもやっぱりまだあって、まあ、そういう意味で主要な検討事項はあ実務上も大事だし、本試験でもまだ出てない論点があるという意味でね、えー、出ていると思います、模試で出ていると思いますので、まあ、ここに関してもです、ねあの、レックのロングレトレ論文で網羅してますので、そういったところは、ね、網羅してますので、えー、当連、しっかり復習していただきたいなと。えーまたまたあの 出るる可能性も十分にあると思いで、次のですね、追記情報ですね、ここはあの私の最初のこのレジュメの段階で、えー、丸も何もつけていなかったんですがうんと、ちょっとまあ、ここはごめんなさい、空欄ですが、ちょっと三角にしておいていただいてもいいかなと思います。というのは、改めてね、見てみると、やっぱりあの2項で、えー、まあ、 出ているということと、あと、直近、あまり出てないんですよね、追記情報、それほど出ていないので、えー、まあそういった意味でね、このまあ強調事項のところ、特に強調事項で、あとこれ、後発事象ですね、一番大事なのは後発事象のところなんかは、まあ、見といていただくといいのかなということですので、ここはごめんなさい、ちょっと三角でお願いしたいと思います、追記情報ですね。で その他の記載内容、まあ、これはですね、改正があったところで、まだ本試験で論文で出てないという意味で、丸にしています。うん、まあ,あの、出せる論点というのは限られてますけども、出てしまったらね、えー、環境720ですか、ここもあの720を見ながら書く必要がありますので、えー、ここも丸と、ね、いうことで、えー、っと、まあ、すごく重要か っていうと、まあ、そこまでではないんですがあの、今まで改正された後に一度も出てないということから考えると、えー、ここもあの押さえておく必要があるだろうということです。で、えー、次ですね、まあ、比較情報は、ここは、タ、う、コ、ん、の主要湖の試でもね、出て、試では出てるんですが、うん、ここはあの、 まあレックとしてはです、ねえー、出題可能性はそれほど高くはないかなと思ってます。はい、で、横断的にのって、ここの不正ですね、不正は、これはね、まあ、2項で出ていますし、最近出てないので、不正しっかりと押さえておきましょう、環境240です、240ね、ここはしっかりと押さえましょう。そしてね、継続企業の前提、これも主要項で2項出てますし、あのここに関してはですね、その他の記載内容と合わせてね、 抑えることができるんですね。で、手前味噌ですけど、レックのこのロングレトドレンで非常にいい問題が出てます。えー、あの、その他の記載内容と継続金を前提を合わせて問える、問えるというか合わせて通っている、えー、問題がありますので、えー、しっかりとこの、えー、ロングレトドレンね、えー、復習しておいていただきたいと思います。はい。 えー、関連当事者は、ね、ここはあの、まあ、出てないんですけども、事例問題で関連当事者が出てきたときには、あの財務会計の、ね、関連当事者に関するの会計に関する会計基準のところの知識があればあのあ、これは関連当事者だというふうに特定できると思いますので、まあ、その程度の知識があればいいと思いますで、えーと。残りもう少しですね、品質管理、品質管理、一応三角にしてますあの出題可能性はそんなな高くないと思ってます。なぜなぜらば あの2項でね模あの、模試では出てますが、うん、これも基準が改正されたものの、実務的に適用はまだ先なんです、えー、なので、えー、どうやって出すのかなというのが正直なところですよね、えー、なので、まあ、出るとしたら、換気法220とか、貧気法の1号、もうこのあたりを参照して書けるような問題だろうと思いますので、えーまあ、それ以外はね、まさにこの当連で出たところを復習しておいていただければ、ここも十分だろうと。 いいうふうふに思っています。はい、であとまああの主要項の模試で、ね、出ているところ、で監査業務,の業務の契約引き継ぎ、監査人の交代とかね、そのあたりもまあ2項で出ていますので、まあ、ここもリスクヘッジとしてはああ見といた方がいいかなということですね。それで三角。 でコミュニケーションは、これは環境260とか65の部分で、何、えー、かしらの小さい問題で260、265なんかを参照することがあるので、えー、ここは丸にしております。で、えー、と最後ね、5ページ目の四半期レビュー、これはあのこの間の国会では成立しなかったですけども、次の、ね、秋の臨時国会で成立、四半期レビューなくなる可能性も高いので、まあまあ、 あのここはちょっと、あの丸はとてもね、伏せふさなかった、それほど重要じゃないだろう、中間監査はこれは出ないでしょうからね、そして内部統制のところは最後に、えーまあ、経営者の、ね、内部統制の評価、報告、ここの部分は、あの今後、内部統制の基準も改正が予定されているというか、ついこの間、改正が出たんですけども、えー、その改正に関わらないようなところ。 がありますので、その意味で、この経営者による内部統制の評価、報告のところ、ここに関しては、今一度復習をしておいていただきたいというふうに思います。はいまあ、最後、ね、保証業務なんかも、これも重点出題項目から外れてますので、ここは丸印とはありませんし、主要項でも模試は出ていないということになります。はいえー、ということで,です、ね、監査に関しては、 あのまあ、こういったことになりますが、あの結構ばらついてますね、えー、もしいろいろばらついてますので、えー、やはり基本的な論点が大事と、これはもうここに尽きますよ、ね、示唆採用の根拠、入門でもやります、上級でもやります。 ロングレでもやりますこういったようなところが書けないっていう方が、まあ、結構ね、えー、点数があの低くなってしまう。逆に、そういう基本的な論点が書ければ、事例問題とかは、あの財務会計の知識とかを使えばです、ね、ほとんど差がつかないんです。なので、監査論に関しては、えー、基本的な論点が大事、そして書けるところから埋めていく、嘘は書かない、問いに答える、ねえー、こういったことをあの注意してやっていただきたいと思います。はいえー、それでは、ねえー、本試験、ねえー、頑張ってください えじゃあ監査の終わりにしたいと思います。佐先生ありがとうございました。ありがとうございます。今共有停止します。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいえ遅れてきた方向けにですねまたチャットにですね本日のレジュメ URL 書いたので、えー、そちらの方でダウンロードお願いします。では飯田先生よろしくお願いします。 え皆さん、こんにちは、えー。主要校の論文模試があふれる論文洗い出し講座租税法のパートを担当します。レックセンン講師飯田でございいいまますすよろししくお願いいたします、えー、本日の、ね、イベントはですね、まあ、そのタイトル通り、ほ、まあ、他の学校が何を出してきたかって、まあね、気になって眠れなくなっちゃうっていうですね受講生の方向けの、まあ、イベントなんですけれども、ほ、まあ、他の科目はちょっと分析の違がいがね、 あるかなとは思うんですけどこと蘇生法に限ってはですねまあそれほどナーバスにならないで結構まあ安心して自分のやってたことを信じて試験会場に行ってくださいまあこういうメッセージをお伝えするというまあえっと機会になると。 いうことですね,ね租税法はまあ過去問いといていただければわかると思うんですけれどもまあそれなりの分量が出ますただ満点取る試験でもありませんよねまあ他の科目と同様でまあ租点ベースで45点まあ前後取ればいいわけで、えー、レイックがやってなくて他校がやってますよっていうものは まあ6割、7割やったら大変ですよね。で、まあ、それは1問2問あったとしても、合否にはあまり関係がないわけです。えー、ですから、結論としては、まあ、自分ができる問題をやってくればいい。まあ、それが租税法の公認会計試験の論文式ですよね。ですから、他人が何をしているかなんて、ね、あなたの合格には全く関係はないです。 資格で要求されている努力ないし勉強量が積み上がっているか上がってないかこれがチェックされるだけの試験ですね。ですので今までやってきたことを信じて試験会場に行っていただければと思います。 まあ、というわけでですね、租税法はね、あんまりそんなナーバスとか、内部にならなくて良いですよという形なんですけれども、まあ、一応、えー、お手元のレジュメに従ってお話をさせていただきたいと思います。まあ、論文、論点のね、洗い出しとしては、まあ、理論と計算という順番で、法人税、所得税、消費税というので、主要項でどんな、ね、ものが論文、試験で出ていて、レックでもこれ、やってますよね。 という形で、まあ、進行させていただければと思います。はい。ただですね、それででもですね、加工さんのね、毎年見てるとですね、なんかこの <laughs> 加工さん、毎年これ、なんか出してるよね、好きですよねっていうものがあったりとかですね、反対には、あれこれ、レッグでちょっとお話、なかなかできなかったなという特徴的な論点もあります。まあ、そういうとこをですね、まあ、2つぐらいかな、ピックアップしてちょっとお話ができればなと思っております。 はい。ではですね、が、えじめの方を画面で共有してお話をさせていただきたいと思います。 はいえー、レジュメの構造は、まあ、草加先生の監査論と、まあまあ、似たような大きな立て付けになっていますね、まあ。論点があって主要項の、ね、出題状況、はい。あとはレックグレとレック論文文文字でどのくらい出たか、えー、重要的にチェックする項目という欄があります。ただし、まあ、理論についてはですね、えー、租税の場合はです、ねえー、四角い黒ですね、これを記述問題、えー、白の四角、これが正語問題として書いております。はい、あと重要 基的にチェックすべき項目のところはですね、えー、先日のイベントですね、論文予想会。 ですね、こちらで取り上げた理論リストの S ランク、A ランク、D ランク、これをですね、書いているという状況ですね。で、で今ちょっと言ったね、特徴的な6点っていうのは、中印をつけて、参考資料として、後ろの方に9ページ、12ページに、まあ、つけておりますので、あの興味がある方、参考になさってください。あとは、ちょっとね、えー、進みまして、 うんえー、っとここまで理論ね。で、計算についてはですね、まあ、四角印じゃなくて、まあえー、受け取り配当、例えばね、受け取り配当の大分類なら、黒三角、えー完全あのね、完全個法人とか、格論については白の三角、で、えー、重要度についてはですね、二重丸丸三角というね、えー、形でランクをつけております。はい。 よろしいでしょうか、ね、ではですね、法人の理論から言っていきたいと思いますが、理論についてはですね、あの法人と消費については、あのどの学校さんもまあ似たような論点、ねえー、取り上げてる、まあ、重複している論点。 がね多いんですけども、所得についてはちょっとばらついたかなというところになっております。まあそれもね、まあ性質から考えればそうなりますよねというところです。まあビジネスですからね、えっ、ー、と法人消費はね、まあビジネス以外のとこある所得税についてはですね、ちょっと論点広くなるという形になります。はい、で総則についてはですね、まあこちらあの組織再編税制が出てきてますので、まあ的確組織再編税の定義書かせてますよというところになってます。まあこれに取り扱い62条系のもを書かせる。 というねのがですね。まあ、あのー、ね。 会計試験の、ね、予備校ではよく書かれるところ。はい、あと、ですね22条件です。22条件、もうがっつりどこの学校でも出てますし、レックでも取り上げてますので、まああの、しっかりと復習をしておいてくださいというところになります。でですね、ちょっと特徴的な論点としては、ね、自社株 TOB ですねで、さらに予定取引にかかるみなし配当、これを取材した学校さんがありましたので、まあ、これレックでも、ね、テキストで書いてあるんですけども、ちょっとだけです、ね、コメントをします。 ますね。ちょっと後ろのですね。ホワイトボードで行きますけれどもえー、例えばですね。上場、飯田先生、飯、はい、田先生、あの画面共有カットしてもらっていいですか？わ、はい、かりました。失礼しましたね。ごめんなさい。失礼しましたね。はい、はい、例えばですね。あの上場株式がありました。としてですね。あの一応、a 株式というのが、まあ時価市場で900円ついてたとしましょう。はい、そこでですね。b 社という会社が。 まして、母が、例えば、五百円で持ってましたとしましょう。まあ、単純に、これをですね、市場で売却したとするならば、ね、こちら、簡単ですよね、まあ。キャッシュがあって、九、ま、百、あえー、円,円、つしたら九百円で、A 社株式、株式があって500、五百で、駅が。まあ 8400と,と立ちますねってこれだけの話で、すねで TOB があるときは、まあ、これに、まあ、あのプレミアムが100をプレミアムって、プレミアムしましょうね。これ、これで TOB 価格が1000としましたと、ね、なりましたとしたときに、これを、まあ A、A、 市場に売るのではなくて、ここがですね、まあ、A 社発行法人に売りますという形になりますね。でそうなるとどう変わるかというと、まあ、当然、プレミアムがついたキャッシュが1000入ってくるんですけれども、これとともに、これ、自己株式の取得になって、ねで、しかも相対、相対取引になりますから、これ、みなし配当自由になるんですね。見なし配当。 自由がつくわけです。となると、これですね。例えば、一、えー、株当たりの資本金等が100としたら、交付金千1000で資本金等100とすると900の見なし配当が入る。となると、ここもですね。これ、まあ、見なし配当。配当。これ900になって、まあ、損が400出ますっていう取引になると。 税務上はこう見るんですね。だけど、ねここ、ねここなし税務上配当になるんだったら、これ、ね疫金不参入ありますよね。ねとなると、これがか、ね、例えば関連法人株式で100%としたら、まあ900、100%が損金不参入となると、ねこれ、普通に市場で売ったら900円で買って500円が出るんです。でこれ ね、あのもうこれ自己、自社株 TOB があるって知ってて買って、買うとですね、100プラスしたキャッシュが入ってくる、1000円入ってきた上に、400の税務上の損が出る、タックスメリットが出るという形になるって、こういうスキームが実はね、横行してたんですよ、平成23、22、23、24とかそこら辺ですね、改正がそこらですです。ですからこれを 駅付参入が制限されるというのが、えっ、ー、と、これがですね、自社株 TOB を、まあ、知っててですね、まあ、取引した時の駅付参入という制度です。はい。で、これに関連して1個だけちょっと言っときましょうかね。これが、ちょっとね、混乱しちゃうかもしれないんだけど、所得税で出たときどうなるのっていうのをちょっと1つ言っときます。ここ,こう、個人の時に、これ、自社株 TOB 上場会社を取ったときに、これ、 これ、上場株式の上渡と見ますか一般と見ますかどっちで見ますかこれ。相対取引ですよ。はい。で、この場合も、まあ、上場と見ていくと、えー、いう形になるんですが、なんでか。 っていうと、これ、あの個人が市,市場で売買するってどういうことかって考えてもらいたいんですね。まあ、皆さん、例えばですね、NTT、この間、25分割したんで、あ160円で買えるって言って、じゃあ、東京証券取引,取,り取引所に行ってみようって言って、でじゃあ、NTT の方くださいっていうふうに行けるわけじゃないですよね。<laughs> 市場参加者になれないわけですよね。で、市場から参加者になれるのは、金融商品、取引業者なわけですから、まあ、証券会社になるんです。証券会社に売り委託、売ってください、買ってくださいってお願いすることによって市場参加できるんですね。で、これ、あのー、TOB の時も、皆さん、税理士の私より皆さんの方が知ってると思うんですけども、も公開買い付け代理人っていうのが間に入るんですよ。公開買い付け 代理人これが金融商品取引業者なんですねだから個人が TOB をちる大概代理人に買いますよって言ってここで売ってくれるっていう話なのでこれがまああのー、売りね一般の売買の売りたく相当っていうふうに税務では見てますので相いたい取引であったとしてもこれ。 上場とといいうう区区分分で上等所得の区分をすするという形になりますはい。まあ、ちょっとね、ここは細かいの話なので、まあ、あの、わかんなかったら、無視していただいて、構いません、はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、次、ちょっとまた戻っていって、続き見ていきましょう。はい。 じゃあ次のページに行きますと、損金関係ですね。まあ尊関係は、まあ役員給与、ここがね、注目の項目になりますよね、やっぱり。まあ、あとは寄付金だったり、不正行為だったり、洗濯金だったり、まあ、えっとまあ、レックでも一応。 もしでカバーしてますよというところですね。はい、あとですね、まあ他の学校で言ったパフォーマンスやですね、これは中長期のまあ業績が達したら、ですね、えー、株式報酬出しましょうという制度、税務上の業績連動給与、別に単年度じゃなくて、中長期の、ね、業績でも数値として取れますので、OK という話ですね。はい、であとはえ短期売買と譲渡,損、えー、譲渡損益調整資産とかのお話、はい、あとはそうですね、組織再編 性が出ましたよという格好ですねはいでここでですねちょっとえー、毎年この論点ね出てくるんだけどですですかねちょっとこれレックだとあまりお話ししなかったのでこれもちょっと説明させてくださいすいませんまあですなんですけどですなんですと言っちゃいけないけどですね,ねまあ貸してる側と借りてる側がありますよねはいじゃあこれまた t 感情を書いてええー B 社と T 勘定があったとしましょう。で、これ実際貸し付けていて A に貸してました。借り入れ B にありましたという感じですね。で、皆さん、これが資本金になって、これが A, A 株式になる。こんだけの話ですよねって思ってないですよね。 出来上がりはこうですよ、さすがにね。だけど、ちょっとプロセスがあるんですよね。それが税務の話で出てくる。このこうね、これ何かっていうと、ですっていうのは何かっていうと、これ貸付金のほにゃららですよね。現物出資です。 例えば、的確でちょっと話しましょうか。で、これですね、一応額面が、僕、ま、か、あ、にしましょう、まあごめんねいや、100にしましょうかね。B 社がこれを現物収支するんですよ。ね、で、貸し付け A とします。これ100、的確だと100ね。で、資本金、100。で、A 社株。まあこういうこれ、こういう形っていうことですよね。 で、ここでですよ。で、これ仮に B となったけど、こういうチ上してきたのこれが A になるわけ。そうすると、ね、あのー、債権債務という相対する法律上の地位が、一人の人、A 社さんに帰属するわけです。そういう時は債権債務、消滅しますよね。皆さん大丈夫ですよね。民法520条。ね、本堂ですよね。はい、これ、総裁、 とは違いますよね。はい。総裁は、あ、売掛金、買い,買い掛金で相対するものを持っていて、総裁適場だからなくしちゃおうって話なんですけども、これは同一人に帰属するという話です。ですから、これ消えるので、まあ、借入金、金がまあ100で、はい、まあ、貸し付け金。 100で消えるというだけの話なんですが、これがね、非適格だったら、もうちょっと問題あの、ね、いろいろ出てくるところなんです例えばこれが不良債権で時価30だったとしましょうか、30、30ね、そうすると、これも30になっちゃうわけですよ、30、30、これも30ね、そうすると、貸付金30だから、えあの債務免徴益が70出ちゃう、非適格だと、債務免徴期の課税問題がありますよ。 っていう、まあ、あの、典型的な論点になっていくという形ですね。ちょっとこの話してなかったし、あの、ちょっとお話してなかったんですけども、こういう話もあるんだなというのを頭の片隅に置いといていただければと思います。ちょっと汚い字で申し訳ないんですけど。でも消しちゃいますね。ごめんなさい。あの、大した話ないです。まあここ、詳細はですね、あの、レジュメの方にもですね、ちゃんと綺麗な字でタイピングしてありますので、えっ、ー、と、見ておいてもらえればと思います。 はいでは、ですねまたレジュメに戻りましょう。はいで、こちらですね、えー、と戻って、理論の、ね、法人の最後のところ、電子情報処理、えー、組織の申告、えー、の特例ありますよね、これ、毎年、知ってる学校さんおりま,ありますけれども、こちらはですね、大法人は電子申告が強制だった。 この結論だけ押さえておいてください。深掘りしないでいいです。こういうのがあるんだな、程度で結構です。じゃあ、あとちょっと引っかかるところは、事業年度開始の日、時で大法人か大法人でないかを判断します。事業年度末日ではございません。はい。では、はい、所得税。所得税はですね、出題割れましたね。 ででも案外かっってととちょっと少ないい部分ははあります、はい、ただね、ちょっとどうかなというのは、まあ、国庫補助金の総収入金額、これ、法事でもそうですけど、改正があったから入れたのかなというところ、はい、あとは事業を開始した場合の必要経費の特例、これ、昨年、消費税でみなしあ個人、個人事業者が廃止した場合のですねみなし状との話出たので、まあ、 それと絡めて出したのかなというところ。はい、あとはね、非居住者ですね。えー、こちらね、あの外国法人と非居住者は個人的には山かなとは思ってます。はい。で、えっ、ー、と、そうするとね、国内原則所得161条の覚号の話ですね。まあ、一応リスト、載けておりますので、レジュメの方で見ておいていただければと思います。まあ、細かくやる必要はないです。さらっと見ておいてください。 はい。あと消費税。消費税の理論も、まあ、似たようなとこを皆さんもどうしても出してくるという格好です。課税の対象と下の譲渡と、あとはリバースチャージ関係ですかね。そういうところ出てきますよと。あとね、今年特徴的だったのは、まあ、仕入れ税格向上ですかね。ええー、と、消費税、30条の規定。で、ちょっとレックでね、ちょっとあまり触れてなかったのは、課税売上割合に準ずる割合。 ちょっとあれです。課税売上割合に準ずる割合ですね。こちら、個別対応方式で課税売上割合を使うときに、あらかじめ合理的な数字だからこれを使わせてください。 っていう数字を税務署長の承認を受けていればあの別に課税売上割合じゃなくてその割合でいいという感じですね。例えばあの使用人割合とか面積費であるとか何かの使用料とかそういうものですね。まあドライバーがちょっと他でちゃんとあるんですよっていうので、ね、あらかじめ承認を受けてればいいですと言いますこれれがです、ね、課税売上割割合合に準ずるると呼ばれるものです。 はい、えー、密輸品と知りながら、これもね、ある一定の学校が出したり、話題にしているところなんですけども、これはちょっとねって感じですよね、まあい。何年か前に金の輸入を密輸してきてっていうちょっと事例があったもので、そういうふうの知ってて、風邪仕入れしてたら、それ仕入れ税が控除できないよ、まあ、この結論だけ押さえておいてくださいはい。 他に聞きたいこともっとあると思いますはいじゃあ次計算ですね計算についてもまあ か計算はもうほぼほぼ被ってるって感じですかね、まあ論点が薄いというところ、レックの方ではありませんが、計算では、ね、3つかな、この法人の固定資産税について値引きがあった場合、あとね、うん、まあ、法人の役員所有引き当て金。 あとは、えー、所得税の国会転出課税かな。これですね、ちょっとそうだ、レジュメの方行いっちゃいましょう。レジュメの一番最後ですね。はい。これ、10、11、12って読んどいてください。はいで と前期に機械を1000で取得して、消却150しました。で、855かでしたと。で、4期になってからね、200値引き受けたよって。じゃあ、どうしようかって話なんですけど、法律の基本通達に書いてあります。はい。で、値引き200万円に、取得額1000分の850、170というのを、定率法償却の時に、850から170引いた、680を基礎に計算してくださいという話。はい。で、役員消費費当て金はですね、役員消費を出,出した時は、えー 社外流出事前確定届けるなければね、それに、まああのー、役員賞与引き当て金で、前期否認してるから、当期加算するよ、行ってこいの関係に払った時になりますよ、これを押さえておいてください。あと最後 ですねえー、所得税。ここが転出課税出たときですね。これ、時間の取り方、えーと。ちょっとね、えー、確定申告を提出する時期で違います。転出前に確定申告するときは、3ヶ月前の価格を選んでください。えー、転出後に確定申告書提出場合は、転出時の価格を選んでください。ここだけ頭の片隅に置いていただければ、遅れを取らない、対応できると思います。はい、駆け足になりましたが、えー、と租税法は以上でございます。 本試験頑張ってきてくださいね。はい。えー、次は企業法ですか森村先生ですかね。よろしくお願いいたします。はい。では失礼いたします。はい。伊田先生、ありがとうございます。じゃ森村先生、マイクとカメラオンにしてください。これ、大きくならないんですかねちょっと待ってくださいね。はい。なってます。はい。 影、影映っ,ってるけど、大丈夫ですよね。うん。見えてます。はい。じゃ、お願いします。はい、それでは企業法を担当いたします。森村です、えー。レジュメをご覧ください。えっ、ー、と、まず、えあ、まずですね。えっ、ー、と、各項の取材論点を見る前に、えっ、ー、と、企業法は証文四問しか。取材されないですよね。まあ、たまに五問取材されたってこともありましたけど、ほとんど証文四つですよね。 えーまあ、あれだけ膨大な範囲から4問しか出ないわけです。ですから、まあ、当たったら大きい科目であるということになるんですけども、ただ、小問4問全部的中ということはまずないですよね。まあ、レックでもわりとよく当たるとは言われてますけども、今まで3.5問ですね、ズバリ的中というのは3.5問が最高ですので、どうしたって見たことのない問題は出ます。まあ、小問2つ当当たたたれば良いいい方だと思いますでそういう時はです、ね、その当たった 問題知っている問題に時間をかけて完璧な、えー、答案にしようと思いがちなんですけどもむしろ知っている問題はですねそんなにまああのさっさと書いても間違わないですからねさらっと書いて知らない問題に時間をかけるべきだと思いますというのはあの証文一つでも白紙だとですねもうそれだけでかなり合格は難しくなってきますので、まあ、できれば えーそのまあ、特にここ最近あの端っこの方の制度説明型問題なんか出てもう条文探せなきゃ終わりみたいな問題が出てますからねだからそういう問題が出題されるとでされた場合にはそこに時間かけなきゃいけないんだっていうことを前提に、えー、そのまあ山は張っていただきたいというふうに思います。はい、それでははままず A A の取材から見ていきましょう A 子さんはすごくこうあの焦点が 合合っってててるるいうううか焦点をもう合わせすぎてるっていう問題で、すよね、えー、でまず、エコーさんはどこから出してるかというと、第1回目の第1問は設立から、えー、出てますね。で、これはうちでもですね、レックでも設立はそろそろいくらなんでもそろそろ出てもいいんじゃないかというふうに思ってます。で、設立でじゃあ何が出るかっていうとうちはレックは補給人の権限、設立費用というところにまあ、 山を張ったわけですけれども、A 光さんは見せ、えー、金とかですね、えー、あと出資の仮装ですよねで、この出資の履行の仮装については、うちもこれ、今回は出してないんですけども、えー、その設立で出るんだったら、まあ、ここもかなり可能性は高いなっていうふうに思ってます。これは平成26年の改正の52条の2という条文ですね、まあ、それだけじゃないんですけども、その近辺の。 条文というのは、これは見といた方がいいと思います。で、次に第2問、第1回の第2問ですけれども、これは期間計算、期間の分野と計算の分野から出てます。で下の3つ、えー、違法な条約の配当の効力と、違法配当における業務執行者等の支払い義務ですね、そしてまあプラス、これは423条は出す場合も出さない場合もあると思うんですけれども、これはセットで。 出る可能性は高いいと思います、まあ、むしろ違法な、えー、配当の場合にはですね、えー、429条とのセットということも考えられまして、うちではむしろその方がえー、っが、これ二十三条じゃなくて、ね、これを429条で取材される可能性は高いんじゃないかというふうに予想しています。で、違法配当に絡めますと、429条の1項だけじゃなくて、2項でも、 問えるわけですよね。いわゆる虚偽開示がなされて、違法配当がなされてるっていう場合もありますのでね。そうすると、2項を聞けるので面白いんじゃないかと思います。で、タッカ、タじゃないや、A 校さんでは、任務決定責任とセットにしてるんですけども、任務決定責任自体はですね、これ、令和4年の司法試験と、そして今年もですね、令和5年の司法試験にも出てますよね。 ただ、まあうちあの、会計指示験でも、えーと、去年でしたっけ、おととしでしたっけ、423条出てますのでね、まあ、次に出るなら、取締役の,その違法行為の後始末として、429条の方がセットとして出やすいかなとは思います。であと、この違法配当における業務執行者の支払い義務、あこの違法配当は、まあ、なんせうちも危ないと思ってるんですけどねで、業務執行者の支払い義務というのは、これ462条ですよね。えー、これは 462条で、違法配当を聞かれたら462条がメインになりますよね。で、プラスですね、あんまりどこも出してないんですけれども、465条だけはちょっと見といていただけますかね。えっ、ー、と、これはあの、違法配当した、まあ、事故の株式の取得も同じなんですけれども違配当した、違法配当じゃない、配当した時点、例えば中間配当をしましたと、あるいは基中に。 えと事故の株式の取得をしましたと、その時は分配可能額の範囲内であったんですけども、期末に締めてみたら、欠損が生じていたというような、えー、場合ですよね、その場合の規定なんだと、465条はそういう規定なんだということを確認する意味でもう一度読んでおいていただきたいと思います。で、このレジュメのです、ね、重点的にチェックすべき項目というところで、これの三角とか丸とか二重、えー、丸つけたのは、これ、志村先生なんですね。 で志村先生は何歳当たるんですよ。なので、まあ、志村先生のこの、えー、評価をそのまま出してますけども、私からするとこの違法配当はこれ20丸ですね、えー。もう計算はこれじゃないかというふうに思ってます。まあ、こ,こ,だここだけは本当にしっかり勉強しておいてほしいところだと思います。はい。で、これが、えー、A 光さんの第1回目の模試ですね。で、次、A 光さんの第2回目の模試ですが、 えとこれがですね株式併合なんですね、ちょっとこれ、このあ,あれじゃわかりにくい、タイトルじゃ分かりにくいんですけども、株式併合が出題されてます、そして下の3つ、特別社合株主の株式と売り渡し請求ってのは、これ、キャッシュアウトですよね。で、まあ、株式併合を使ってもキャッシュアウトできますよね。 ですから、キャッシュアウトというのは、一つの大きなテーマですよね。えーまあ、ここ数年、これも出る出る言われてて、まだ出てませんので、えー、キャッシュアウトっていろんな手段あるじゃないですか。例えばあの、株式併合ももちろんそうですし、合併なんか使ってもいいですし、今、ここに出てくる特別社会株主の株式買い取請求とかですね、あとは完全親子会社を作るという観点では、株式交換、株式移転というところも視野に入ってきますから。 まあそのどの手法を使うべきかっていうのを問題文から読み取らせる問題を作るということで、その応用力を試すという問題をわりと容易に作ることができますので、ここはちょっとやっといた方がいいですね。キャッシュアウトという視点で問題を押さえておいた方がいいと思います。次、第2問の方はですね、これは特別利害関係取締役については、 これはあの試験員の先生が、ね、あの特別利害関係についてその論文書いておられるところがあるものですからでこの A 校の模試では、えっと、大取りが特別利害関係取締役に当たるかということでこれはあの取締役会ですよね取締役会において、えー、特別利害関係取締役に当たるかということですねこれはまああの当たるっていうふうに一般的に返していいと思うんですけども これと関連してですね、これと関連して、同じ、えー、と取締役会の決議なんですけども、そこでなされる決議というのが、えー、総会に提出する取締役の解任議案ですね。英子さんのこの模試は会食、取締役会で会食する議案なんですけども、 えー、それとは別にですね、取締役の解任議案。これをどこで決定するかというと、解、えー、任議案を決定するのは取締役会でしょ。決定する。 その解任議案の対象となっている取締役 A なら A は、えー、その取締役会でその議案を決定する時に、えー、ときにいるかとそのあ、特別利害関係人に当たるかということですね、当たったらもうその場を、うん、出ていかなきゃいけないことになるわけですけど、これなかなかか難ししい問題でしょでこれは、まあ、当たらない方向で、その試験委員の先生は、えー、論文書かれているので、えーまあ、ちょっとそういう論点もあるんだなっていうのを。 ちょっと頭の中に置いといてください。はい。で、次が B 校。B 校ですね。B 校。B 校さんはですね、なんかこう、未来人が本試験問題を見てきたんじゃないかっていうような、えー、ピンポイントの出し方をしてますよね。で、まず、第1問目ですけれども、これは全部取得情報付き種類株式なんですけど、これキャッシュアウトですよね。 キャッシュアウトはやっぱり危ない感じしますよねでさっき言いましたようにキャッシュアウトの方法はいろいろあってあの先ほどの,その特別試合株主の株式と売り渡し請求であるとかここで出てくるその全部取得情報付き種類株式であるとかねあるいは株式併合合併株式交換株式ねさまざ、あ、まな方法があるのでそれを例えばその、えー、なんか限定してですねこういう条件こういう条件こういう条件で、えー、その可能な方法を述べなさいみたいな形。 ですよねだからキャッシュアウトからさらには、えー、とその完全親子会社関係ね。というあたりは、あと127条の公正な価格の決定、えー、基準というのがありますけれども、これにですね、この ビーコーさんはこの親子会社を絡めてるんですよねで親子会社については、これもある試験医の先生が、えー、まあお好きな論点ですので、親、ま、子、あ、会社っていうのはあの、いろんな論点に親子会社絡められますよね。で、それによってその親子会社独特の視点が出てくると。でその 利益供与についてもその親子会社を絡めると面白い問題になりますので、えー、親子会社が何かに影響してくる可能性はあるんじゃないかなとは思います。で、2問目がですね、これが429条1項ですね、これはうちも、えー、もう二重丸つけてるところで、一、まあ、つの本命ですよね。で、429条っていうのは、大体取締りか何か悪いことをしてで、その損害が会社のみならず第三者にも、 及んでしまったとその時に金ででをつけるというこうそういうううそそ条文ですよねでその時に取締役が何か悪いことしたって要するに法令定案違反行為ですよね。その例えば法令定案違反でその具体的に協業し義務であったりもちろんそれも出る可能性セットになる可能性あるんですけどもあるいはその評価配当であったりっていうその分かりやすいね個別の条文違反する場合もあるんですけども例えば、えー、ここで出てるような取締役の監,監視義務ですよね。 取締役の監視義務って条文はないじゃないですか。取締役会の監督権、監督義務っていうのがあってで、取締役、ここの取締役はその構成員だから、だからここ、ここそれぞれに、えーとそのえー、相互に監視義務を負ってるんだみたいな、そういう話ですよね。だからそういうふうにこう、直接書いてない条文について、人処理させるっていう、そういう問題が出る可能性はあると思います。そのの条とセセッットトででね、このセットですよね。こすよ そして、そうだとすると、その取締役の監視義務違反と同じレベルで、その経営判断の原則というのも、これも面白いところなんですよ、経営判断の原則に違反する、それは、まあ、要するに全監注意義務の具体化ということなんですけどね、ただそれはもう令和3年に出ちゃってるので、だから、まあ、もし、その429条の,その法令違反の法令について考えると、この取締役の監視義務であったり、 あるいは、その氷配当だったりするところですよね。まあ、何がセットになるかは分かりませんから、そこのところはちょっと広く構えておかれた方がいいと思います。はい、で、次、B ーさんの、B ーさんう、うちが山張ってるところと似てるんですよね。で、協業取引、まあ、これはどこの予備校でもやはり危ないとされてるところですけども、これはあの平成十七年の、 司法試験で出てまして、まあ、そろそろいい頃合いだということですよね、もうずっと協業取引出てないですからね、平成18年に出たきりですからね、でまあ、これやっぱり、まあ、それ外すわけいかないですよねで、それとその協業取引とセットで、うちもこれ要注意っていうふうに出してるんですけども、その従業員の引き抜き行為ですよね、それ自体が協業取引に当たらないんだけども、忠実義務違反なり、全管注意義務違反を構成するということで、 えーまあ、423条とセットとかいう形で出る可能性はありますよね。あとはまあ違法配当ですよね。違法配当で、えー、これはいろんなところで、まあ、いろんな出し方、出され方、可能性ありますよね。423条、421条に違反するのが違法配当で、その処理が462条にあっておりません。 まあ、悪意の株主に対する求償ですね、善意の株主に対する求償権の制限というのが463条にあると、まあ、このあたりですよねで、違法配当といえばやはりこの429条、えー、2項ですよね、この2項とセットになるっていうので、そういう意味でも、これはもう本当に山中の山だというふうに思います、はい。こんなとこですね。で、次、C 項の論点につきましては。 これは総会決議の不存在ですね。まあ、もちろん総会決議の可視については、えー、まあいつ出てもおかしくないところですよねで。1問とも2問とも総会決議の問題だったんですね。305条の問題は何かというと、これ、議案の要領通知請求権ですよね。でこれについてあの数が10個に制限されましたということなので、えー、議案の要領。 でその10個って数えるのをどうするかっていう問題は出てもおかしくないですよね。制度説明型問題としては出しやすいとこだと思います。慰安要領通知請求権ですよね。こんなことこですね。で、あとは、えー、C 校の出題の、えー、第2回目ということで。 えー、この利益供与を出されてますけれども、えー、これについては、令和4年の予備試験で取材されてますので、まあ、それで取材されたんだと思います。で、これについて、親子会社が絡んでくると、親子会社がある試験威の先生の一つの大きな研究テーマですので、それを絡めて出してくる可能性はあるなっていうことですよね。 であとは新株予約権については、まあ、公私条件の廃止、これ、うちは去年、当連で出してた問題ですよね。この公正な価格の定義については、これは司法試験で近年、聞かれてますね。ちょっと何年だったか、えー、忘れちゃったんですけども、えー、そんな感じですね。はい、ということですね。えー、とじあ,あとですね、えー、今年令和5年の司法試験の論文のテーマ、もうちょっとお伝えしておきたいんですけども、 えっと令和5年に何出たかというと、取締役の会社に対する責任、423条が出てます。まあ、423条はね、429条とともに取締役の標高への後始末の規定として、えー、それは、まあ、いつ出てもおかしくないですよね。あとは利益相反取引の間接取引、また、あ、利益相反取引はこっちの方では最近出てるので、出にくいとは思います。あと経営判断の原則が、えー、今年出てます。これもも経営判断の原則も 2年ぐらいいい前にに出出てまますすのでねちょっととくいかなと思いますただ、あの繰り返しになりますけども、その取締役の責任追及しようと、423条とか429条の責任追及しようというときには、取締役の法令違反が問題になること多いですね、で個別の法令違反があれば、個別の法令違反でそれは答案は書かなきゃいけないんですけど、それがない場合に、全館注意義務が問題になるわけですよね。ところが全管注意義務ってののはその あんまり規範が立ちにくいじゃないですか。かなり行き届いた注意義務とかね、えー、その社会的地位にあるものが当然応べきとされる義務とかっていうのはよく分かんないですよね。そこでそれをこうさまざまな基準を作ってその具体化するっていう作業がこうなされているわけですよね。その一つが経営判断の原則なわけですよね。だからそういう意味で、えー、全貫注意義務の具体化っていうのは一つの非常に大きなテーマですので、えー、まあ、近年出てるからといって繰り返し出ないとは限らないと思います。 で次が取締役の第三者責任、429条、429条、これはやっぱり会計士試験でも今年の本命なんじゃないかと思います。あと株主総会決議、取消訴訟における訴えの利益ということですよね。えー、まあこれはちょっと訴訟法からむので、会計士試験では出にくいかとは思います。あと、会社法106条が出たんですよ。これ、株式の準共有ですよね。 これも2年ぐらい前に会計試験で出てますので、やはりその、どっちが先か、後かってのはあるんですけども、小試験とか予備試験で出た問題というのは、まあ、何年かおいて会計試験で出るっていうのはよくありますので、まあ、年のあの各校のその取材論点を見ても、えー、それを意識した問題というのは、もう各校、皆さんえ作られておられますので、まあ、ぜひ、その、今日このレジュメにある項目については、何も書けないっていう。 状況は避けられるように、ぜひ準備をしていただきたいと思います。はい、それでは企業法はこれで終わりです。森村先生、ありがとうございます。はい、どうもで。二宮先生、お願いします。はい、で、えー、はガイダンスの管理会計の会計学、午前と、ま、計学の方を始めていきたいと思います。えー、担当はレクス先生に師こ二宮です。よろしくお願いします。はい。 えとまずちょっとこちらのイベントの概要なんですけども、あの2週間ほど前にあの予想会ですね、まあ、やらせていただきまして、そちらのイベントの方にもね、ご出席いただいた方いらっしゃった方は思うんですけども、あ,のあちらの予想会の方は、どちらかというと、その積極的に、まあ、特定の分野について、まあ、その過去の試験の傾向であったりだとか、 今年の試験員の先生方の研究分野なんかを鑑みて、まあ、この分野がちょっと怪しいですよと、まあ、そういった注意喚起を促すための、ねまあ、イベントだったんですけども、まあ、今回のこちらの,あのイベントに関しましては、どちらかというとリスクヘッジのためのイベントということになります。やはりその他校の模試で出題されたものに関しましては、まあ、かなり多くの受験生が目を通しているというところがありますので、まあ、そこで出題されたもので、何か論点的に知らないものや、 理解がいまいなものっていうのが実際の本試験の現場で出されたときに、まあ、得点比率を下げてしまうお、まあ、恐れがありますので、まあ、一応念のため、まあ、見ておこうというまあ、そういった位置づけのものになってくると。ですのであのレジュメなんかもお配りしているんですけども。あの レジュメの使い方としては、まあ、今からあのそれをじっと見ていくというよりは、まあ、あの本試験あの2日前とか3日前になった時に、あの自分のそういった知識面に何か穴がないかどうかというのをチェックしていただくために、まあ、使っていただきたいと。まあ、そういう使い方が一番健全なのかなと思います。はいまあ、本当に最後の穴を、ね、なくすためのものだと思ってください。でまあ、早速ね、じゃあちょっとやっていきたいなと思いますので、お手元にレジュメご用意いただいて。 管理会計論ですね、始めていきたいと思うんですけども、まあ、管理会計ね、基本的に範囲が狭い科目になりますので、まあ、ある程度、そのまんべんなく出てきているというところがあるんですが、このレジュメの見方としては、こちらの主要項模っていうふうに表の中に書いているところがあるかと思いますけど、こちらに星のマークがついていて。 で主要項の模試、全部で6回分ございますので、あの星1個について1回出題されてますよと、まあ、そういったまあご案内をするものになります。ですので、まあ、星が6個ついている分野に関しては、まあ、毎回毎回あの出てると、まあ、そう考えてもらっていいかと思います。で、まずちょっと順番に上から見ていきたいと思うんですけども、まあ、原価計算の素論的な内容と、あと、日目別計算についてのお話ということで、 まあこれはまあ主要項の模試でまあ3回分出ていますよと。まあ、重要度としては、丸という形でつけているんですけども、まあ、何かしら出てきてもおかしくないかなというところです。でまあ具体的にまあ出てきたものとして、こちらね、まあ、一番表の右側に載っていますけども、まあ、原価計算のちょっと総論的な話といいますか、まあ、原価の分類の話っていうのが原価計算基準の8番にありますけども、まあ、この原価の分類の話。 まあ、その中でもまた、準固定比の定義みたいなところが、まあ,あ、実際に模試では問われていたと。まあ、あんまりその、原価計算の総論的な理論っていうのは、論文の本試験では出てきづらいと言いますか、やはり、まあ、管理会計論、事例問題が出てくる形になりますので、あんまり総論的な理論っていうのが問われることっていうのは少ないっていうところが、まあ、傾向としてはあるんですけども、ただ、あの、 平成29年ですね、まあ、かなり前の試験にはなってきますけど、平成29年で原価計算基準の2番、あの原価計算制度に関する内容っていうのが問われた実績もありますので、まあ、一応念のためね、総論的なところまで含めて、まあ、原価計算理論の再確認っていうのはしておいた方がまあ安全なのかなというふうには思います。 まあ特にこれは予想会の方でも申し上げたんですけども、合月担当の合格者の方っていうのは、それほど気にされる必要性はないんですけども、あの12月の合格者の方とか、可燃度の合格者の方っていうのは、あまり原価計算基準そのものに触れる機会っていうのが、あのこの数ヶ月間っていうのはなかったかと思いますので。 改めてね、本試験までに1回で構いませんので、まあ、担当対策時に使っていたテキストなんかを引っ張り出してきていただいて、まあ、原価計算基準に準拠するような形で、まあ、原価計算理論の内容っていうのを一通り確認をしておくっていう作業は、まあ、1回挟んでもらってもいいのかなというふうには思います。はいまあ、出る可能性はそんなに高くはないんですけれども、一応念のためね、やっておいた方が安全かなというところです。はい でまあ、この非目別計算の分野については、本当に典型的な理論が多いところとなりますので、まあ、皆さんもご存知の通り、こういった予定賃率を用いる利点であったりだとか、まあ、個別賃率を使用することの問題点とか、この辺はねもは理論問題集にもあのばっちり書かれているところとなりますので、あの問題なく、ね、あのしっかりと回転をしていただいている方であれば、回答できるのかなと思いますけども、まあ、この辺の理論のやっぱり精度っていうのが低いとあの、まあ、かなりもったいない。 失点をすることになるのかな、というふうに思いますんでね。まあ、今一度、ちょっと怪しいな、というふうに、まあ、ちょっとギクッとした方は、ね、見直しをしていただければなと思います。でその中でも、特に、この製造間接費会計の、ねまあ、基準、創業度の選択に関する理論というのは、よく見といた方がいいかと思いますね。やはり、この辺の理論というのは、問題作る側としては問いたいというところはあるんですよね。 やはりその原価計算っていうのは製造間接費をどう配布するのかっていうのが一番ね、メインのテーマとしてはありますんで、この製造間接費絡みの理論っていうのはさまざまな論点が含まれておりますから、あの特に基準創業度周りの話っていうのはしっかりと見ておいた方がいいと、結構この辺のね、理解が曖昧なまま担当合格してしまってる方もいらっしゃいますんでね、改めてじっくりとあの問題集の確認っていうのを進めてみてください。 で次にこの部門別計算ですね、まあ、よく出ているというところで、でまあ、原価計算基準からも出題がされておりまして、まあ、16番、17番というところは見ておいていただきたいと。で部門別計算の目的みたいなね、まあ、こういった総論的な話なんかも問われているというところがありますので、まあ、ぜひね、あのちょっとこちらの16番、17番絡みのところもまあ目を通していただきたいかなというところです。でこの部門別計算については あの計算対策としてもよくやられていることかと思いますが、この補助部門費の配布と責任会計のところですね、ここなんかはまあ理論と計算がもうワンセットの分野ということになりますので、まあ、あの全くやったことない方は、まずね、あのこの段階ではいらっしゃらない方は思うんですけども、まあ、補助部門費のそういったまあ単一基準、複数基準、あるいは実際配布、予定配布って話があるわけですけれども、まあ、この辺の計算とあと理論周りの話っていうのは整理をしておく必要性があります。でまあ令和2年の 本試験でがっつり総合問題まる1問という形で問われておりますので、まあ、そんなに総合問題まる1問って形は出ないんじゃないかなというふうには思うんですけども、ただまあ何があるかわからないところではありますので、あのこのあたりは出てきてもね全然大丈夫ですよというふうに言えるようになるまで、ね、しっかりと知識面の精度を高める作業っていうのを、ね、不安な方はやっといていただければなというふうには思います。はいまあ、この分別計算はそんなにね あの現場対応的な理論が出てくるような分野でもないので、まあ、事前にあらかじめそういった問題集なんかで見たような問題が、まあ、本試験でも同じように出されると、まあ、そう考えてもらってもいいのかなと思いますんでね、ここはそんなに気を手合ったものは出てこないね、わ、まあ、割と安倍な分野かなというふうには思います。はい、で、次の個別原価計算ですけども。 まあそろそろね、ちょっと個別原価計算の、まあ、そういったあの難しい総合問題みたいなものが出てきてもおかしくないんじゃないかなと思います。まあ、その日目別計算、部門別計算、個別原価計算というこの一連の流れを問うような総合問題ですね。一、まあ、社ねかなりあの難しい総合問題もま で出ししていましたけど資料としてはページ3ページとか4ページぐらいにまたがるような問題が出されておりましたけれども、まあ、そのレベルの問題はなかなか、本試験では出てこないかなとは思うんですが、ただまあ、あの割とこのテーマというかね、そういった日目別計算から問うような問題になってくると、まあ、結構難しい問題にはなりがちなので、あのレックの答弁の中でもね、そういった難しい問題っていうのをやっていただいたかとは思いますけども、一応、心づもりはしておいた方がいいのかなというふうには思います。 で、まあ、個別原価計算ね、あの、基準の31番から理論が始まるわけですけども、31番から36番までが個別原価計算絡みの理論ってことになりますが、まあ、ここはね、 あの担当だと本当によく出てくるところということになるんですが、論、ま、文、あの試験ではそんなにあのこれに関する、ねまあ、原価計算基準からの取材みたいなものっていうのは、あまり取材実績のないところとなりますので、そこまで心配される必要性はないかとは思うんですけど、ただ、計算に直結する、ねまあ、基準の35番なんかは、今一度見ておいた方がいいのかなというふうに思います。まあ、特に直近の5月の月担当式試験で、まあ、軽微なあの 作業靴のああ、軽微なね、あの作業靴とか、軽微な子孫自品のね、会計処理っていうのが計算で問われておりましたけど、意外とこの軽微な場合っていうのが、計算で問われたときに、まあ、どう対応していいか分かりませんとか、まあ、知識面でそこが抜け落ちてしまっている方っていうのが一定数いらっしゃいますんでね、改めて基準の35番とかっていうのは、ちょっと見ておいた方がいいかなというふうには思います。はい、であとの理論は そんなに大きな問題ないかと思うんですけど、まあ、この子孫慈悲、直接系処理をする場合と、まあ、間接系処理をする場合、まあ、それぞれ妥当な状況についてね、まあ、その論拠とともに説明をしていくっていう問題ですね、これもまあ問題書に、ね、載っておりますので、特に問題ないかと思います。 で、あとはやはりこの国別総合原価計算との比較みたいな、あの、当例の中でも何回か出題していますけども、まあ、その個別原価計算と国別原価計算の比較とかですね、国別総合原価計算と東級別総合原価計算の比較、この製品別計算の方法の比較についてはですね、まあ、必ずできるようにしておかなければいけない典型度が高い理論ということになりますので、まあ、きっちりここは対策をとってください。で、あとはちょっと変わった問題として、 この多額に生じた原価債の会計処理として、まあ、売上原価と、あと期末の田納さに配布をする、まあ、個別原価計算の場合だと基準の47番に書かれてますけど、この差収書別に配布をするか、科目別に配布をするのかっていう、この選択適用になっているわけですけども、まあ、この科目別に配布をする意義っていうのがどこにあるのか、まあ、そういったことを問うような。 まあちょっと、まあ、問題としてはさまつな感じも、まあ、するような感じでは印象は受けるんですけども、あの実際にそういった問題が問われているところがありましたんで、まあ、ここに、ね、答えもまあ載せてしまっているんですが、概要載せてるんですけども、あのこちらについてもちょっと目を通していていただくといいかなと思います。はい、で、次の単純総合原価計算ですね。まあ、こちら、総合原価計算にすべてに共通するような出、ね、材項目も含んだものになりますので、まあ、かなり範囲が広いものになってきますけども。 これ、平成11年に出題された原価計算基準27番、これ、総合原価計算において子孫慈悲の処理としては度外症を適用しましょうねと、そういった基準の規定になっているわけですけれども、これと非度外症の関係性について説明させるような問題が出されていたと。 まあこれ、レックのテキストにも掲載がありますので、まあ、記憶にある方もいらっしゃるかと思いますが、一応他校の模試で出題されておりますので、まあ、ちょっと古めかしい感じもありますけども、まあ、見ておいていただいた方がベターかなと思います。まあ、あとは特に知らないことはないかなと思いますね。典型度が高いものになります。はい で次の統計別総合ですね。これも原価計算基準22番に規定があるわけですけど、この22番の規定についてもね、ね模試で出題されていたというところがありますので、一応この基準の22番も原文をね目を通しておくっていう作業はしていただいた方がいいかなと思います。次の国別総合原価計算についても同様のことが言えますんでね、22番、23番とここは続けて見ておいてください。であと、連算日の計算はね意外とその模試では出されていないと。 まあ当連ではまず間違いなく出しているんですけども、まあ、模試の方では出題されていないというところでね、リ、まあ、ックの方では一応二重丸をつけているところになりますのでね、あのまあ、しっかりとここのケアっていうのはしといてもらえればと思います。であと、標準原価計算ですね。ここはもう言わずと知れた、もう基本毎回出てくる分野ということになりますので、でまあ、他校の模試の方でも標準原価計算については毎回出ているということになりますから、まあ、ここはもう原価計算の分野の中でも最重要分野ということになりますね。 でこれ、レジュメの中でマーカーで色をつけているところが出てきていますけど、これ、他校の、もし複数の、ね、予備校の方で同じ問題が出されていますよというところになりますので、この標準原価計算が有効に機能する前提ですね、まあ、総論的な話になってきますけども、標準原価計算が有効に機能するためには、まあ、生産のそういった条件というところが安定しているということと、あと直接、そういった反復的な加工作業に依存しているというところですね。 まあこの2点が標準原価管理が有効に機能する前提になりますから、まあ、この辺はねあは即座に答えられるように備えてくださいで。あとの理論も特に目新しいものはないかと思うんですけども、まあ、見積もり原価と標準原価の相違っていうのが意外にも、ね、あの複数項で問われていたっていうところで、あのまあ、実際の本試験でも、ね、問われたことがある内容ということになりますけども、まあ、見積もり原価っていうのがそういった、まあ、経験や勘に基づいて、見積もれた主観的な原価であるのに対して、 標準原価っていうのは、これ、科学的統計的な調査に基づいて設定された客観的な原価ということになりますね。まあ、この辺の違いっていうところもね、基本的な内容となりますので、あの必ず答えられるように備えてください。で、あと、ちょっと注意してほしいのが、この設備の総合効率を導入した標準原価管理。で、基本的にもう私、担当対策時にも、まあ、これ、やらなくていいですよっていうご案内をしている分野ではあるんですけど、 そのレックの担当問題集にあのこの原価管理の分野の一番最後の問題に掲載がある問題になりますけども、まあ、実際に目を通していない受験生の方が多いのかなというふうに思うんですが、まあ、日照後期一級だと過去に何回か出ているというところがありますので。 まあ一応、他行の模試で出されている以上ね、ね、まあ、もしそれが出てきたときに、あらかじめやってる方っていうのは、かなり大きなアドバンテージを取ることができるのかなというふうに思いますから、まあ、ちょっと個人的にね、その学習負担を増やすような形になってしまうので、ちょっとやってくださいっていうのは言いづらいところあるんですけども、ただ一応、その問題集の問題ぐらいは、余裕があれば目を通していただいた方がいいのかなと。 まあというのもね、これ、理論で一問出されるだけだと、まあ、別にその理論問題を落としても、そんなに大きな問題はないかとは思うんですけども、まあ、このテーマについては、もう総合問題、丸々一問って形でね、もう計算これだけで問われる可能性とかも中にはあるんですよ。そうなってくると、やってないと完全に手探りの状態でね、初見で対応していく形になりますんで、やってる受験生と当然、回答の精度には、う、ま、ん、あの差がついてしまいますから。 まあ念のため、ちょっと申し訳ないところではあるんですけども、まあ、問題集のそういった原価管理の書の最後の問題ですね、まあ、余裕があればちょっと見ていただきたいかなというところではあります。はい、であとは、これ、原価計算基準の47番ですね、まあ、原価債の会計処理、ここはもう頭に入っている方が多いかと思いますけれども、まあ、こちらについてもね、実際の本試験でも基準の穴埋め問題っていうのが出てきたことがまあ,ありますから、また、あのー、そろそろそういった問題が出てきてもおかしくないかと思いますので、 あのしっかり確認をしていただければなと思います。はい、で、次にまあ管理会計の分野になってきますけど、まあ、直接原価計算では基本単体では出ることは基本的に考えられませんので、まあ、重要度は三角というところで、まあ、どこの模試でも、ね、直接原価計算をそのものを聞いてくるというところはまなかったと。で、次のこちら、短期利益計画のための管理会計というところで、まあ、ここはもうね、まあ、基本現場対応的な問題が出てくる分野ということになりますので、 まあ事前に何かを予測するっていうのが難しいところではあるんですけど、ただ、複数の予備校でこのシャドープライスっていうのがちょっと問われていたというところで、これもレックの担当問題集のこの 短期利益計画のための管理会計の章の一番最後の問題にシャドープライスに関する問題っていうのが掲載ありますので、まあ、担当対策時にはやってなかった受験生も多いかとは思うんですけども、まあ、一応どういうものなのかっていうのは最後軽く目を通していただくといいのかなというふうに思います。まあ、これはそんなにね、学習しても時間はかからないところになるかと思いますから、まあ、保険としてもやっておいて損はないかとは思いますね。はい。 で次の予算管理は総合問題が出されていなかったですね。まあ、これも全然出てきてもおかしくないんでねあの、もし出題されていなかっただけなんで、本試験ではどうなるかわからないところではあるんですけども、一応心づもりはしておいていただきたいところになります。で管理会見の分野で一番よく出ていたのは、この文献化組織ですね。ここがまああの複数の予備校で、あのほぼ毎回出されていたっていうところになりますんで。 でまあ、理論としても特に目新しいものは問われておりませんでしたので、あの一通り見たことがあるものかと思います。まあ、唯一、この未実現利益に関するね計算問題とかっていうのは、当連とかでは特に取材はしていないところになりますので、あのここは問題集とかには掲載があるんで、まあ、やっていなかった方はねこちらについても一応確認してもらうといいかと思います。まあその まあ事業部間の、ね、振り替えを行っていくときに、まあ、そういった内部振り替え価格の中に利益が含まれていて、でこれ、まあ、振り替え先の,、ね、あの購入側の事業部というところが、まあ、その内部振り替えの対象になった中間生産物に加工を施して、まあ、外部販売をしなかった場合ですね、まあ、内部振り替えの対象物が在庫として残っている場合っていうのは、未実現利益がまあ存在しますので、まあ、その A 事業部と B 事業部の利益を単純合算しても、まあ、会社の利益合計、まあ、利益の金額にはなりませんよと。 まあその辺のまあ内容を問うような理論問題だったというところで、まあ、この辺は別に、ね、あの内容的にはそんなに難しくはないかと思いますので、一応、計算対策として見ておいていただいてもいいのかなというところですで。次の資金管理がまあ全受験生、頭を悩ませるところだと思うんですけど、あの一社、ね、資金計算書を作らせる問題というのを総合問題として出している、まあ、予備校がありましたので、 まあこれも一応、講義の中とかでもご案内していることではあるんですけども、まあ、資金計算書っていうのは、過去の本試験でも何回か出題されておりますところで、あのいるところで、で出てきたときに完全に手探りでやるってことになると、こちらについてもなかなかうまく対応できないのかなと思いますんで、基本、見覚えがある問題は出てくることないと思うんですけども、一応、資金計算書の作成については、まあ、本試験までに1回ぐらいは、問題集の問題、目を通していただくとよろしいのかなというふうに思います。はい で次の、まあ、業務的意思決定、まあ、これもあまり理論も、ね、あの典型的なものが少ないところなので、あのまあ、せいぜい覚えなきゃいけないのは、この差額原価の定義とか、あるいは自制化購入化の意思決定において、まあ、その購入案というのを選択する場合、まあ、何を、ね、注意しなければいけないのか、まあ、そういった企業の長期的な経営の観点から、まあ、留意事項というのを答えなさいという、ね、そういった訂正的な話というのが、理論問題でとして問われる可能性があるのかなと思いますので、まあ、ここはもう、 あの理論としても典型度が高いところなんで大丈夫かとは思います。はい、で、次の戦略的意思決定投資計画の経済性計算ですね、まあ、これもたくさん出てますね。で、まあ、基本理論はどれも典型的なものなんですけどもあの、このリアルオプションアプローチの利点みたいなものっていうところも問われておりましたので、 あの企業を取り巻くといった経済環境が、ね、不確実性が高いような状況下において、まあ、こういったリアルオプションアプローチに基づいた経済性計算というのが特に効力を発揮すると、まあ、そういった点だけ把握をしておいていただければいいのかなと思います、はい、あとはちょっとこれも問題集には掲載があるんですけど、このインフレを加味した計算ですね。 まあ最近、世の中的にもね、やはりそのインフレーションっていうところは話題としてよく上がりますんでね、物価高っていうのはよく話題に上がりますから、そういった世の中のねまあトレンドっていうところを別に問題に反映させてくるわけではないんですけども、一応念のためまあ出してる予備校もあったので、余裕があれば見ていただいた方がいいかなって感じです。あんまり重要度は高くないんですけど、出ない可能性が高いんですが、一応問題集で飛ばしている方なんかは、余裕があれば確認をしてくださいっていう、そういった論点ではありますかね。はい であとはまあ原価管理ですね。まあ、ここはもう原価管理の体系ですね。ここをしっかり覚えておきましょうね。まあ、原価規格、原価改善、原価維持、この辺の定義っていうのは、やっぱり合格者っていうのは安定して正確な回答を出してきますから、まあ、この辺をね、やっぱり曖昧にしていると、あのー、すごいもったいない失点を、ね、することになりますから、まあ、必ず正確に、あのー、もう問題集の文言通りに書けるぐらいまでね、ここは知識をブラッシュアップしておいてください。 で品質原価計算とか環境管理会計という分野は、まあ、特に講義の中でもほぼ取り扱いかけていないところではありますけど、まあ、ここは主催される可能性はまあほぼほぼないかなというところなんでもうあの気にしなくてもいいかなと思います。であと活動基準原価計算と活動基準原価管理ですね、まあ、この ABC については一応ね。 試験範囲として明記されなくなったところではあるので、あんまり ABC の総論的な理論っていうのは出てこない可能性の方が高いのかなというふうに思うんですが、その代わり ABM っていうのは何かしら問われる可能性っていうのは相対的に高まるかなと思いますので、ちょっと ABM 周りの話っていうのはね、よく解説まで含めて読んでおいてください。 あと、財務情報分析は昨年度ね、まあ割とがっつり出てるってところでもありますので、まあ、総合問題という形で出てくることもないかと思いますけども、ただ、計画選択の方なんかどのみちやらなきゃいけないところなんでね、まあ、この辺んのまあ分析指標については、ね、一通り頭にインプットしておいてください。はいまあ、以上がね、まあ、管理会計についてのご案内となりまして、次に計画なんですけども。 まあ計画、あのー、もう初めに申し上げておきますと、まあ、ファイナンス分野っていうのは基本的にもうまんべんなく出てるというところになりますので、もうどこが重要とかっていうふうに考えるんではなくてね、一通りまりすべて計算の話については押さえてください。でやはりまあ気になるのは、この経営管理の分野なのかなと思いますので、こちらをちょっと見ていきたいと思いますけども。 ま,あまず伝統的な管理論ですね、テーラーの科学的管理法とか、管理家庭学派の管理原則であったりだとか、あと報道システムに関する話ですね、あのー、まあ模試で2回ね出されてるっていうところがあると、まあ、この辺はもう特に試験の先生が誰であろうとね、毎年出てきてもおかしくないところとまあなりますので、山、まあ、ってわけではないんですけども、まあ、全受験生目を通してくるところになりますから、まあ、当然この辺の典型度の高いところは、取りこぼしのないようにしておかなければいけないと。 で次のまあ人間関係論っていうのはまあ特にあの何が出るってわけではないですけども、あのまあ、そういった放、ね、存向,向上実験の、ね、話っていうところですねあの、そういった話っていうところが、まあ、もしかしたら問われる可能性もあるかもしれませんが、まあ、あまり今年の試験ってことを考えれば重要性は高くないかなってところです。でやはり今年の試験は、ね、この欲求理論、この動機づけ理論っていうところが、まあ割と出てくる可能性っていうのが高い。 のかなっていいううふうには思います、まあ、昨年度もね出てるんですけども、やはりその人的資源管理っていうのが、まあ、好きな先生がいらっしゃるので、まあ、ミクロ組織論とこの人的資源管理っていうのは、非常に親和性が高い分野ということになりますんでね、まあ、動機づけ理論と人的資源管理の話っていうのを何か絡めて出してくるっていう可能性は大いに考えられますから、まあ、この辺はね、典型度も高い理論が多いところになりますんで、きっちりケアしていただきたいところになります。 で複数項で問われていたのは、このハーズバーグのニ葉医理論と職務充実に関する話ですね。まあ、レックのね、もうとかでも、職務充実とか、職務拡大の話っていうのは問うているわけですけども、まあ、この職務充実や職務拡大の話っていうのは、しっかりと定義も含めて書けるようにしておいてください。もうマクレガーの X 理論、Y 理論とか、ハーズバーグのニ葉医理論とか、この辺はもうね、絶対落としていけないところになりますので、確実に正解できるように、まあ、内容的な理解っていうのをしておいてください。 あと、この家庭理論、プロセス理論ですね、動機づけの過程に着目した理論ということになりますけど、こちらもこのアンダーマイニング効果と、まあ、エンハンシング効果っていうね、この内発的動機づけ理論の話っていうのが問われていましたね。その外的報酬っていうのが、内発的な動機づけっていうのを下げる効果と、上げる効果っていうのがありますよっていう、そういった2つの効果についてね、講義の中でもご案内したかと思いますけど、ここはちゃんと説明できるようにもしておいてください。 で、ブルームの期待理論、まあ、これもも、ま、う、あ、当連の中でも出しているんで大丈夫かとは思いますけども、まあ割と単純な理論になりますからね、まあ、しっかりと見直しをしていただいてで。あと複数個で問われていたのがアダムスの公平理論ってところですね。まあ、こちらもレックの当連や模試などにも取材しているところになりますけども、まあ、ここもやはり人的資源管理との兼ね合いでね、出てきてもおかしくないところかなと思いますので、まあ、人間はどういったまあ場面においてね、不公平っていうのを感じるのか、その辺のところについてはきっちり説明できるようにしておいてください。 はい、あと次のリーダーシップ論、こちらは総合問題まる1問とかって問われるっていうよりは、説問の一つとして何か1箇所問われる可能性があるかなと思います。まあ、状況適合理論、まあ、フィードなの理論が特にね、その中でも出てくる可能性がちょっとあるかなというところになりますんで、まあ、こちらについてもね、当連やもしで出しているところになりますから、改めて確認をしておいてください、はいで。次の組織構造論ですね、組織構造論。 まあこちらもいろんな分野というかね論点が含まれてますけど、まあ、官僚性組織についての話とか、マトリック組織の特徴とか、あとまあピラミッド型組織とフラット化組織の話とか、あとまあプロジェクトチーム組織の話なんかも問われていたというところで、まあ、この組織構造の話っていうのも、そういった人的資源管理とつなげることができますし、また今年の試験の一つの山である技術経営とかとも、ね、あのかなりつなぎやすい分野ということにはなりますので。 まあ組織構造っていうのは、まあ、こちらについても、ね、あの対策は取っておく必要性がある、まあ、重要性が高い分野かなというところになります。はい、ただ、なかなか何を覚えればいいのかっていうのが、ね、ちょっとまあこの分野については対策は取りづらいというか。 まあ何をどこまで抑えるのかっていうのが結構悩ましい分野なのかなと思うんですが、さすがに各組織構造の、ね、メリット、デメリットとかっていうのはね、そんなものは覚えなくてもいいのかなと思うんですけど、例えば事業部制のメリット、デメリットとかですね、職能別組織のメリット、デメリットとか、まあ、この辺のところまで別にきっちり覚える必要性はないのかなとは思うんですけども、ただまあ、各組織構造の概要とかっていうのは当然把握をしておかなければいけないですし、あのちゃんと名前とかも回答できるように備えておく必要性があるのかなというところです。はい で次の組織文化論と知識創造論ですね、まあ、ここ、積モデルとか、組織文化の逆機能とかっていうところが、まあ、あの他校の模試では問われておりましたよと、まあ、ここもまあ全受験生が基本的に何らかの形で対策を取ってくるところかなと思います。はい、あと、次の意思決定論ですね、ここはまあ今年のまあ一つの,、ね、あの出される可能性がある、割とまと高めのテーマではあるのかなというふうに思うんですが、ただ、何問うのっていうのが難しいところでもあるんですけども。 あのまあ、このゴミ箱モデルっていうところが、ねまあ、あの複数の予備校で問われていましたね、まあ、このゴミ箱っていうのを単純に名前を答えさせるものから、まあ、ちょっと概要を聞くような、ね、問題とかも出ている予備校もありましたけども、まあ、基本的に名前が答えられるぐらいで全然問題はないのかなというふうには思います。 まあちょっとこのゴミ箱モデルっていうのは狙いすぎているところがあるかなって感じはするんですけども、まあ、一応その論点としてはね、把握している受験生の方は多いかなと思いますので、まあ、一応試験対策のところでもやっているところになりますから、まあ、軽く目を通しておいた方がいいかなとは思います。はい、で、次のバーナード理論ですね、ここもまあ過去に何度か取材になるところで、またまあそろそろね、まあ、ちょっとがっつり出てきてもおかしくないかなとは思うんですけども、 あのここも特に知らないことはないかと思いますので、もう典型度が高いところになりますから、まあ、きっちりケアできている受験生が多いかと思いますので、まあ、特に注意喚起するまでもないかと思いますけども、あのまあ、一応2社出しているところになりますから、まあ、見ておいてください。であと、組織間関係論、これはこ今年の試験だと、そんなに重要性は高くないテーマかなと、個人的には思いますけども、まあ、この資源依存理論とかね、取引コスト理論について問われていたってところがありますから、まあ、一応、余裕のある方はね、 まあこの資源依存理論における3つの戦略とかも、ねまあ、名前確認をしてもらうといいのかなとは思います。はい、で、次の戦略論総論、ここはまあいろんな論点を含んでいるところになりますけども、あのー、複数項で問われていたのが、このチャンドラによる組織と戦略の関係ですね。まあ、組織は戦略に従うという、ねまあ、こういったまあ関係性があるわけですけども、まあ、この辺についても、ね、アンゾフが唱えた、まあ、戦略は組織に従うと。 まあいうところで、まあ、どっちがどっちだっけなっていう、そのあたりのね。まあ、記憶違いみたいなことが起こりやすいところかなとまいうふうに思いますので、まあ、本試験直前にまた見といた方がいいかなってところです。まあ、実際本試験に出たことがあるんでね。まあ、そんなに出る可能性は高くないかと思いますけども、もまあ、知らないとちょっと痛い失点になる可能性はありますね。 あと意外と説明がちゃんとできない人が多いかもしれないのが規模の経済効果と範囲の経済効果と経験曲線効果ですね。このあたり私のレジュメでもね、あの同じページの中でまとめているところになりますんでね、まあ、ちゃんと説明できるように仕上げておいてくださいで。あとはアンゾフの成長ベクトル。これも案外記憶が曖昧な方が多いんで、 まあ、アンゾフっていうのはそういった企業戦略をね、まあ、製品と市場っていうこの2つの軸で4つに分けたわけですよね。まあ、これ、アンゾフの成長ベクトルと呼ばれるものになるわけですけど、まあ、その中でも特に多角化戦略って呼ばれるものですね。まあ、これもさらに4つの、ね、多角化戦略に分かれていきましたので、この辺は名前も含めて、あのちゃんと押さえておいた方がいいところかなと思います。はいまあ、実際、アンゾフのによる多角化の分類っていうのが問われていましたからね、ここはちょっとケアしておいてくださいはい。 でまあ、結構、アンゾフはね、やっぱり、まあ、いろんなことを言ってる学者の先生になりますけども、まあ、このアンゾフによるシナジー効果の分類とか、あとアンゾフによるこの意思決定の分類とかもね、全部レジュメに記載がありますので、こちらについても確認をしておいてください。はい、あと、多角化絡みだと、まあ、このルメルトの多角化戦略ですね、まあ、この辺も当然、対策として抑えておく必要性があるところになりますね。 まあこれも何をどこまで抑えるのかっていうのが結構難しいところで、まあ、用語をどこまで覚えるのかとかね、まあ、その専門比率とかっていうのが一体何を示しているのかとかね、まあ、こんなところをどこまで覚えるのかっていうのは難しいんですけど、ただ、計算問題と絡めて出てくる可能性とかもある分野になるんでね、まあ、一応もう短期記憶で結構ですんでね。 あんまりこんなこと言って怒られるかもしれませんけど、まあ、本試験1日前にちょっと短期記憶でね、まあ、そういった細かい数字回りの話とかっていうのもインプットしてもらって、もう次の日に忘れてしまってもね、あの特にもう本試験終わったら忘れても問題ありませんから、あの本当に短期記憶でちょっと乗り切る分野っていうふうに考えてね、1日前に見るリストの中に入れてもらってもいいのかなっていうふうには思います。はい あと、垂直統合戦略に関連する用語として、こういったファンドリーっていう言葉が問われていたりだとかもしていたんで、ここはまあレックの通れの中では通っていなかったんでね、一応レジュメの中には記載はありますけど、まあ、念のためケアしといてもらうといいのかなと思います。はい、あと、競争戦略ですね。 まあこれ 3C 分析とか5 o ス分析とかダイヤモンドモデルなんか問われてますけど、まあ、この5 o ス分析は複数行で問われていましたし、まあ、このポーターのダイヤモンドモデル、あんまり講義の中ではね、ここはまあ重要性高くないっていうご案内ではあったんですけど、まあ、一応他行の模試でまあ複数回問われているところではあるので、まあ、念のため、軽く概要ぐらいは把握しておいた方がいいのかなというふうには思います。はい であとのまあこういった業界標準とかマーケティングとか、景、ま、気、あ、戦略の展開方式、まあ、これからみのお話っていうのは、特に模試では問われていなかったと。で次の技術経営、今年はもうあのこの技術経営っていうのが、ね、大きな山になってくるんで、必ず対策を取っておかなければいけない。まあ、特にこの複数回問われているところ、真の川、篠谷、篠谷ダーウィンの海っていうね、ねこのあたりの用語の定義であったりだとか、まあ、この生産性のジレンマとかもちゃんと説明をできるようにしておく必要性がありますね。 持続的イノベーション、破壊的イノベーションとかも、このあたりもね、ちゃんと、そつなく、ね、対応できるように、内容的な理解っていうところを心がけてもらえればなと思います。あとは、試験分野としては、この製品開発のための組織デザインですね、試験研究のところ、試験対策を特にやりましたけども、ここはもうあの、どこの予備校でも必ずやってるところになりますんでね、もう正確な回答っていうのがあの出せないと、他の受験生に差をつけられると、まあ、ここは危機感を持って、ね、取り組んでもらいたいところになります。 あとは、用語としてスピルオーバーっていう用語が、ね、複数項で問われていましたね。はいまあ、それぐらいですかね。あと、細かい用語として、こういったバイドール法とか、アンチコモンズの悲劇とかね、まあ、こういったところとかも内容的に問われておりましたので、あの目を通していただければなというところです。はい であとはまあ次の日本的経営、まあ、これも、ね今年まああの大問まる1問とかって形で問われるものではないんですけども、やっぱり人的資源管理の話と、ね、絡めて、まあ、そういった日本的経営っていうところを、ね、何かしら総合問題の中で一つ入れてくるってことは考えられますんでね、まあ、特にまあそれが出てくると、ガバナンスの話とかも出てくる可能性が高まってくるので、まあ、このあたりセットで見ていただくとよろしいのかなと思います。 まあコーポレートガバナンスについてもね、いろんな分野を含んでる、えー、いろんな論点を、ね、含んでる分野になりますけど、できればでいいんですけど、まあ、あのコーポレートガバナンスコードっていうのは、あのもう10分ぐらいで構わないので、一旦そのちょっと検索してね、あの目を通していただくといいかと思います。まあ、どういうことが書かれているのかっていう、その概要だけで別に構わないんで、ね、目,次ぐらいを目次を見るぐらいでも構いませんのでね。 コーポレートガバナンスコードっていうのは一応軽く目を通すぐらいはしておいた方がいいかなとは思いますね。はい、であとは今年の試験で、またこれも重要ですけど、企業の社会的責任ですね、特にこの ESG 投資の話なんかはしっかり押さえてもらいたいと。あと複数項で問われていたのがこのカーボンニュートラルですね。まあ、これは割とね社会的にもよく あの目にする言葉なのかなというふうに思いますけど、まあ、その温室効果ガスの排出量というところをゼロにしていこうという取り組みになるわけですけども、まあ、このカーボンニュートラルという言葉もね、一般教養として答えられるようにはしておいてもらいたいかなというところになります、はい。で、あとはこのベンチャー経営、これも今年の試験の山になってくるわけですが、まあ、あんまり覚えることもないところになるんですけども、まあ、このベンチャー経営絡みの用語ですね、必ずあのここはくまなくね、押さえてもらいたいところとなります。はい では最後のこういった人的資源管理についてもいろいろ問われていますのでね、まあ、ここも併せて確認をしておいてください。はい、よろしいでしょうか。であとまあ財務管理の分野については、もう、ね、あの各自でまあこういったところから出されているのかっていうのを見ていただければいいんですけど、一応1点だけ注意喚起として、もう転換社債が、ね、あの複数戸で出ていたんですよ。 まあ転換社債なんていうのは、もう本当に、もう試験としては10年以上前の試験で問われているってところになりますので、まあ、それ以来、全く転換社債絡みの話っていうのは一切問われていないんで。 まあ正直、出る可能性の方が圧倒的に低い分野ではあるんですけども、ただ、この分野についても結局、出てきたときに知らないと大きな失点につながってしまう、そういった恐れがありますので、まあ、転換者債ね、せめてそのパリティとか、帰り率の計算ぐらいっていうのは、ちゃんと、そとなく対応できるようには備えておいてください。あんまり追求する必要性はないんですけども、その辺の基本的な指標っていうのが計算できないと、あのー、数点落とす可能性がありますんでね。 まあこれも短期記憶で別に問題ありませんから、あの1日前に見ておくリストの中に入れてもらってもいいのかなというふうには思います。ちょっとここも転換謝罪っていうのもね、もし出すには狙いすぎな感っていうのはあるんですけども、ただまあ、ちょっと出されてる以上ね、何らかの形でケアしておいた方がいいのかなとは思いますので、まあ、ちょっと、本試験直前期に見ておいていただければなと思います。はい、あとはもう、ファイナンスは本当にまんべんなく基本的に出てきますから、まあ、計算対策っていうのは、あまり穴がないようにね、 まあどの分野からも出てくる可能性があるという認識で対策を取っておいてください。はい 私の方からの、ねまあ、ご案内以上となるんですけども、まあ、あの最近ね、本当にあのもう猛暑が続いておりますんであので、体調管理だけは、ね、気をつけながら、まあ、残りの期間、ねあの、過ごしていただければと思いますので、まだ全然間に合ってない方もいらっしゃるかと思いますけども、まあ、この残り2週間ね、やはりその一日一日大事にしながらね、まあ、過ごしたかどうかっていうのが、まあ、本試験においてもあの、またパフォーマンスにいい影響を、ね、もたらしてくるかなというふうに思いますんであので、ぜひね、ちょっと体調に気をつけながら、残り2週間頑張ってみてください。 はい。まあ、それでは私の方から以上となりますので、えー、皆さんお疲れ様でした。はい。井上先生ありがとうございますえ。遅れてきた方向けにですね、レジメの URL チャットに貼りましたんでダウンロードお願いします。では影山先生お願いします。 イバー先生しゃべってみてください。はい、あ聞こえます、大丈夫ですか大丈夫です。あはい、えー、それではね、えー、財務会議論を始めさせていただきます。で、えーまあ、今ね、画面に映っているのが、まあ、今回のですね、その多幸さんの、えーまあ、模試の、ね、出題を受けて、まあ、ポイントリストベースでですね、作った表なんですね。で、今、第7章がですね、出てると思いますけれども、えー、この主要ことを書いてある列に、星がね、ついて、 いる部分これが、まあ、タコさんのです、ね、模試で出題されていた論点になります、えー。1つの学校で出題されていたら1つの星、2つの学校で出題されていたら2つの星。で、今回、まあ、あの3つの学校で,です、ね、模試について出題されていた、要は3個をかぶった論点はないので、えーまあ、ワックス2つ星になっていますね。もし3個をかぶれば3つ星になっていたというところなんですが、3個をすべてかぶった部分は模試に関してはなかったのかなというところです。 でまあ、ちょっとね、この表の見方について注意してもらいたいんですが、まあ、主要校で出題されていた論点には星を入れていて、でその右の列はレックの当連。 に、えー、おいて出題していた論点です。レ、まあ、クノはトーレンと模試、えー、あとプレトレンも合わせてですね、出題実績を載せました。でこれは先々週かな、あのー、実施された予想会で、えー、配布したものと、まあ、基本的にこの列は同じですで。ちょっと注意してもらいたいのが、一番右の重点項目というところなんですけれども、この重点項目っていう部分に、えー、丸のね、 黒丸が付されているところが、これ、今回の他のコさんの模試なんかをまあ見て、えー、まあ重点的に出題される可能性があると考えた項目であって、でそれ以外の,その模試以外にもね、当然、その他校さんって、登練とかいろいろ実施してると思いますので、その他の登練とか、そもそもの重要度っていうのは一切考慮していないんですね。 なので、皆さんもですね、このランク表ですね、重要のランク表を見るときに、普段ね使っているポイントリストのランク表と、先々週お配りしたランク表をベースに、そちらをメインで使ってください。で、最後のね、まあ、もう一つですね、アクセントをつけるという意味での、この重点項目の丸印だと思ってください。 だから、そもそも重要だけれども、重点項目に印がついていない論点とかあるので、この表だけ見て、重要なのか重要じゃないのかっていう判断をするのは、ちょっとこれはやめてください。どっちかっていうと、普段使っている講義で配っているランク表と、先々週を配りした予想会で配ったランク表の方がですね、この全体的な重要度をですね、示しているものになるので、まあ、最後のアクセントですね、えー、もう一回最終的に見直すときに、えー、強めに復習する部分を、えー、まあこの黒い丸の部分で示しているのだと思ってください。はい。それでまあこれ繰り返しになります。 でもこの表だけ見てね、丸印がついているところだけがすごい重要だから、そこだけを重点的にやるっていう使い方は、ですねあのこれはちょっとですね危険なのでやめてくださいというところで、えーまあ、ちょっとですね一章からざっくりとですけれども、タコさんのですね模試の出題をですね受けて、まああのどういう対策を立てていったりのかというところを簡単にお話をさせていただきます。はいで、まあ で結局、見ているのが模試だけなんで、まあ、当連の部分ね、タコさんの当連の部分が反映されていないのでね、まあ、ちょっと模試だけっていうところにはなりますけれども、まあ、この初めの方で出題されている部分ってほとんどなくてですね、えー、まあ、6章まででね、あのー、重点的にこう模試で出題されている項目っていうのは、まあ、こう見てわかるとおり、まあ、まちまちなんですよね。 えー、なので、まあ、ここに関しては、今まで通りの、ねあのー、ランクに従ってやってもらえれば、それでいいのかなと思います。はい、で、やっぱりその第7章で、まあ、やっぱりもうこれも予想通りなんですけれども、どこの予備校さんも、ね、重点的に取材していたのが、このキャッシュフローですね。はい、キャッシュフロー。まあ、ここに関しては、まあ、本当にどの予備校さんもです、ね、もう取材しておりましたので、対策としては、まあ、とにかく幅広く、えー、対策を立てていくということで、まあ、ポイントリストはそうですね、もとより。 まあ、あのグレーデアップトーレンに出題した部分であったりだとか、まあ、あとね、計算だったらプレトーレンもありますから、プレトーレンで出題した計算部分。えー、さらにはですね、理論については、もう担当のですね、レジュメもちょっとですね、最後、あの、引っ張り出してきて、担当レジュメもね、一読してもらえるといいかなと思います。あの、まあ、ポイントストに載ってないね、細かい知識は担当のレジュメに載っているんですけど、あの、論文資料試験ですね、この、 担当生がこう覚えている担当の時に使った知識っていうものがあの出題されることって結構あるんですよ。まあ、つまり、ね、例えば関連度成、論文の関連度生だとすっかり担当の時の勉強の内容を忘れているっていう方で点数が取れなくて、で5月に言う方、担当生で結構点数が取れるっていうですね、あのそういう論点も過去何度も出ているので、担当のレジュメを見て、えー、少し、ね、細かめな知識も個別キャッシュに関しては、こうフォローしていった方がいいかなと思います。あのやっぱり結構どの予備校さんもですね、 細かいところを含めて、あのーまあ、しっかりと対策を立ててるなっていう印象を受けましたので、まあ、個別キャッシュは要注意ね。まあ、出るか出ないかっていうのはとにかく別にして、みんな対策を立っているから、やっぱりここはね、あの皆さんもですね、おまけずと対策を立て、えー、で、なんならね、その担当のレジュメまで、えー、突っ込んでやっていった方がが、ね、いいかなと思います。で、担当のレジュメは別に細かいところをガンガン覚える必要はないですから、まあ、バっと見てね、ああ、すぐ担当の時にこんなことやったなと、まあ、ここちょっと念のため、えー、覚えておきましょうみたいな感じで、あのそんながっつりとね、担当のレジュメ全部覚える必要はないですけれども、まあ一度 たんとの時の記憶を呼び起こすようなイメージで見てもらえるといいのかなと思いますよ。はい。まあ、これやっぱ、キャッシュが熱いかなというのは感じましたね。はい。であとは、マネジメントプローチですね。1社はですね、えー、予備校で、えー、模試で出題されたんで、まあ、ここもね、一応、レックでもね、7回目のところで出題しておりますけれども、概念フレームマップの絡みに注意をしてくださいと。はい。で、えー、あとね、第9章って、のれんですね。 えー、のれんに関しては、一応予想会の方ではね、の,のれんは、えー、最優先項目としてね、えー、本命として一つ挙げておりました。で、ポイントリスト9の15ですね、のれんに関して、えーまあ、レイクの方ではね、当連模試でですね、このポイントリスト9の15に相当する内容というのは出てなかったんですけれども、えー、他校さんでですね、2校ほど、あのーまあ、この9の15の内容。 が出題されていましたので、まあ、ここはですね、まあ、当然皆さん、ですね重点的にあの普段のランキングの、ね、ランクが高いのでやっているとは思いますけれども、いまあ、今一度に最後、もう一回力を入れて抑え直していただければと思います。はい。あの,、まあ、のれんを、ね、規則的に焼却するだとかしないだとか、自己創設ののが計上されるだとかされないだとかっていう、あの話ですね。はい。まあ、ここはまあ暑いですからね、ちょっとね、リクノレクロは当然では出題していなかったんだけれども、やっぱり重要であることには変わりがないですから、あのがっつりとここはあの見ておいてください。はい。 で、あとは、まあ、やっぱりリースですね。まあ、リースはね、思ったほど、そのタコさんで模試では使われていなかったんですが、まあ、これはトーレンの方では間違いなく出ているんで、はい。まあ、トーレンも一部で見てはいるんですけども、出ていますので、模試の出題はね、そんなにこう、星がバン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 ついてるってわけじゃないですけども、まあ、やっぱりね、リースに関しては、あの、まあ、大本命に挙げられる一つになりますので、 まあレックだとね、模試では結構、使用権モデルについて、新しい、ね、処理について模試では聞きましたけれども、あのー、可能性が高いのは新しいモデルについての処理ではなくて、当然、現行上の、ね、モデルについての処理が、うん、やはり聞かれる可能性の方が高いので、まあ、この中でね、まあ、1つ挙げるとすれば、やっぱり11の2ですね、11の2、ここすごい大事ですからね、ポイントとして11の2、はい。ここはあのー、しっかりとあの何が聞かれても。 問われてもですね答えられるように準備はしておいてください。はいで,すか、ね、で、あとそうですね、まあ、金融商品あたりはまんべんなくですが、やっぱり有価証券の えー、評価ですよね、売買目的、満期保有目的、子会社株式、関連会社株式、その他、ね、それらの会計処理、そしてそのです、ね、会計処理の理由は、まあ、超典型ですけどもね、えー、こういった部分を答えられないとね、大きな、ね、失点というか、まあ、偏差値的に考えていくとね、結構そこの失点というのはね、みんなが合ってる、正解している中で自分がね、えー、失点をしてしまうと、やっぱり大きな差をつけられてしまうので、まあ、非常に注意はしておいてほしいかなと思います。はい でえー、あとね、こう感じたのは、やっぱり自己株式ストックオプション系ですね。はいえーまあ、自己株式会見は結構ね、どの予備校さんでも、あの模試でこう出ていました。r、まあ、ッ p の方だとね、当連の方でですね、出材をしているんですが、えー、3回目かな、えー、グレードアップトーン3回目で出材していますけども、まあ、そこまで多くの論点聞いていないんですね。 はいまあ、前回の予想会でもね、自己株式は星を入れているんで、あのまあまあ、あの重要だという認識は、ね、持ってもらえると思いますけれども、ちょっと当連での出題が少ないので、あの 若干ね、このカバーをするときに意識づけが薄くなっているかもしれませんが、あの、最後ね、あの、確認するときには自己株式会計もね、きちっと、あの、見るようにはしてください。まあ一応、前回ね、令和4年の本試験では自己新株予見が出題されたので、ここはまあ、2年連続の出題っていう可能性はそんな高くないと思うんでね、軽めでもいいと思いますが、まあこのあたりですね、やっぱり自己株式の会計的性格資本の向上説っていう話であったりだとかね、まあ、付随費用ですね、えー、自己株式の付随費用はね、本体は資本取引だけれども、 も普通こ随費は損益取引だよとかね、あのそういう話はね、あの本当に、えー、何回出ても、ね、おかしくないですから、まあ、このあたりですね、ちょっと厚めにやってもらえるといいのかなと思います。はいあとはストックオプションですね。えー、まあ、ストックオプションもですね、これ、昨年の12月の担当資金試験で、親会社が子会社の従業員にストックオプションを付与する取引で出題されました、計算で。はい だからまあ、ああ、だからといって論文に出るっていうね、そういった因果関係、相関性っていうものは別にそんなにないですけども、一応ね、親会社が子会社の従業員にストックオプションを付与するケース、まあ当連だったら8回目ですね、8回目の問題さ第3問で出題していますが、えー、まあ今一度ね、あの、全論点聞いているわけじゃないんでね、あのー、この当連でも。はい。だから、あのー、まあ一応ポイントですとですね、18の1は網羅的に。 えー、復習をしていいいたただきたいかなと思いますあと、まあ、それにです、ねえー、関して、まあ、同じような話で,です、ね、こう論文で、えー、よく出るのが、まあ、ここでストックオプションであれば、そのストックオプション基準の適用範囲か否かというところを検討する問題が考えられます。えーえー なので、例えば敵対的買収防衛策として、まあ、新株予計を付与したような場合に、このストックオプション基準の適用対象にね、えー、入るかどうかっていうね、えー、そういった内容が聞かれたりだとかしたときには、 えー、まあ、要は、対価性のね、話を引き合いに出して、対価性がないから、ストックオプション基準の適用範囲以外だよっていうことを説明してあげる。ね。まあ、この辺り、当然ね、ちょっと出してると思いますので、まあ、こういったですね、まあ、親子会社間のストックオプションもそうなんですけれども、そもそもストックオプションの会計基準の適用範囲に入るか否かっていう検討させる問題、あの、これ考えられますので、まあ、どういった取引、どういった概要であれば、ストックオプション基準の適用範囲になるのかっていうことをですね、今一度、まあ、このポイントリスト18の1であったりだとか、あと、担当時のレジュメにもね、それ載っていますので、 まあこのあたりはおそらくね、基準集を参照しながら、えー、適用対象になるか否かを、ね、検討させるっていうような流れになるとは思いますので、まあ、ちょっとね、基準集をさらにつかみながらですね、えー、適用範囲に入るか入らないのか、入れることができるのか、入れることができないのかっていう検討は、まあ、ちょっとできるように準備はしておいた方がいいかなと思います。はい で、まあ、18のにはね、ストックオプションに関する費用認識の一番基本的な内容ですね。労働サービスを消費する、ね、対価性を前提として、労働サービスを消費することによって費用を認識しますよっていう、まあ、最もストックオプション基準でのね、基本的な話になりますので、まあ、ここは、あのー、ね、いろんなこの費用認識を否定する考えっていうものもあったと思いますので、まあ、そこと連動して抑えていくようにしてください。新旧株主化の問いの点がね、えー、生じているから費用認識をするのはおかしいじゃないのかとかね。あと、会社財産の流出がないんだから、費用認識をするのはおかしいんじゃないのかとか。 そもそも対価性がないんじゃないのかみたいなね、いろんな話ありましたよね。まあ、あのあたりの議論はね、あのまあ、軽くでいいのでね、抑えておくようにはしていただけるといいかなと思います。はい。まあ、ストックオプションね、あのー、ちょっと注意をしておいてください。であとは、税効果は、まあ、いつも通りというかね、まあ、資産を再法と繰りナブ法の話、えーまあ。やっぱり税効果が出題されれば、資産を再放、繰リナブ法という話は、まあ、切っても切り離せないので、 まあまあ少なくともね、資産を伝えようと、クルノブ法の意義は説明できるようになっていかなければいけないですし、まあその税効果が出るとなればね、やっぱり回収可能性を絡めて出題させ、出題するっていうことは考えられますので、まあそのあたりはね、あの見ておいてもらいたいと思います。はい。で、まあ、これはね、今回の他行さんの模試とは関係がないけれども、やっぱりそのクルノベ税金産とクルノベ税金負債の表示っていうのはね、まだその、クルノベ税金産、クルノベ税金負債をね、 え、流動に区分しなくなってからですね。まあ、つまり、つまり、オール、非流動でですね、表示をするようになってから、一回もこのね、表示方法に関する、え、問題が出ていないのでね、私は個人的にはこれ、一押しなんですけどもね、あの、19の7、すべて非流動項目にする理由なんかは確実に押さえておいてください。はい。で、あとね、ここ数年に品質なのは外貨。まあ、税効果も必須なんだけどもね、えー、外貨が品質で、うん、まあ、テンポラルとか決算比ト等の話はね、 あの令和2年令和3年あたりでドカドカと聞かれたので、まあ、一応タコさんの模試でも出てはいたんですけれども、まあ、個人的にはそんなに出ないかなと思うんですがやっぱり在外子会社ののれんに関する話とかね あと、為替予約の基本的な会計処理に関する話とかね。あの、まあ、ここ数年論文式試験って、本当に基本的な問題が1台、2台聞かれます。それは入門とか、ま、状況も含めてね、簿記でその論点を初めて学習するときに、あの、聞くようなお話をですね、こう答えてもらえればいいっていうね。まあ、要は、 為替せ予約って何ですかどういう趣旨なんですかとかね。振り当て処理ってどういう考え方なんですかとか。あの、そういう問題がね、結構、ここ数年、1、2台出てますので、まさに20の5なんかはね、えー、そういう、えー、話かなと思いますので、あの、見ておいてもらえればと思います。はい。ね。で、まあ連結会計は本当にまんべんなくですね。やっぱり、連結会計に関してののれんのね、形状範囲に関しては、 えー、二個予備校さんでもし出題しておりましたし、レックの方でもですね、あの、もしで、のれんのね、形状範囲は、非支範囲かむし持ち分の、えー、に相当するのれん形状するだとかしないだとかってですね、出題したと思いますので、まあ、そのあたりは確実に見ておいてください。もうも連結はまんべんなくですね、まあ、何が出てもおかしくないですから、まあ、会計処理に絡めてね、出題される部分と、まあ、純粋な理論とですね、さらには現場対応型と、まあ、いろんなパターンが考えられますので、まあ、ここは臨機応変に、柔軟にね、本試験で、えー、まあ、その現場で 対応してもらえればと思います、はいえーまあ、それで、ね、も持ち分とも企業結果もここから先は全部同じですね事業ぶりも含めて、えー、だからポイントリストで言うと21章、22章、23章、24省、えー、25章まではもう論文式標試験第5問の、ねえー、話になってきて、えーまあ、現場対応型の問題がここ最近は、ね、出てきますけれども基本的なものが出、ね、てきたらガチッと押さえていかなければいけないので、まあ、まあ何が出るか分かりませんのである程度ね ふだの,のランキョウと、この前の予想会のランキョと、今回の多幸さんのねえ申しを受けての重点項目、3つ照らし合わせてみてね、1つでもね丸がついているものに関しては、一応見ておく必要はあるのかなと思います。はい で、あとは、うこれはね、当連の解説でも散々言っていますけれども、まあ、とにかく会計処理が聞かれたときには、まず基準集を参照してくださいね。会計処理が聞かれたときに、まず基準集を参照して、基準書に載っていれば、それをそのまま、写経をする、写すだけで OK。基準書に載っていなければ、募金のテキストとか自分のね、えー、普段行っている処理を、うんって思い浮かべながら、まあ、自分の言葉で理由を添えて書いていく。 ということですから、基準書に載っているものを自分の言葉で書いたら、基準書を写した人に比べて評価は相対的にはおそらく低くなります。はい。なので、基準書に載っているものは、基準書を写すということなので、会計処理を説明しなさいとか、会計処理を答えなさいっていう問題が出題されたら、まずは基準書を必ず引いてください。そこに載ってるか載ってないかですね。載ってなければ考えて自分の言葉で書いて OK。載っていたら写してくださいというところなので、 まあ特に、まあ、これ別に第5問に限った話ではないんですけれども、やっぱり年間ね、通して1台から2台基準書を移せば OK っていう問題出てますからね。はい。当連でも何台か出題はしていますけれども、移している方といない方は、まあ、当然見ればわかりますから。ね。はい。移していない方の方が評価は、あの、まあ、当然低くなる可能性は高いと思ってください。 必ず基準集を引くっていう、まあ、癖を今からつけるのはもう無理なんで、あの、意識をして会計処理が問われたら、あの、まず基準集を見るようにしてください。他の科目に比べて財務会計で基準集を引く回数って少ないと思いますが、その会計処理が問われたときは、基準集を引いてください。理由は書いてないですからね、基準集に。理由は書いてないからね。会計処理しか基準集に書いてないんで、理由が聞かれたときは別にその理由は基準集を引く必要はありません。会計処理を聞かれたときに、基準集を引いてください。 はい。で、あと、理由を添えて書いていくってことで、これも、えー、21章から25章までね、共通して、えー、特に連結会計で強く言えることですね。はい。で、あとは、企業結合系も同じですけど、まあ、もしで、ね、レックのは共闘支配企業の形成出題しました。で、タッコさん第1章はね、共通支配下の取引の処理を聞いていたので、まあ、この前の担当でも共通支配下出ましたけれどもね、会議処理が聞かれた時にある程度説明できるような準備はしておいてください。はい。 で最後、収益認識ですね。えー、26章。収益認識は、まあ、とりあえずね、あのー、もう出題の仕方ってほぼ決まっているんで、事例でね、要件当てはめて、えー、要件に当てはまるから、えー、こういう収益認識ですよ。要件に当てはまらないから、こういう収益認識ですよっていう、まあ、基本的にはその出題になると思います。でなんなら要件を列挙するだけの問題もね、十分に考えられますので、はいまあ、ここはね、幅広く、要件を抑えていくっていうのをですね、一つ念頭に置いてください。要件を抑えていく。 でまあ、あなんとなく要件を当てはめるっていうのだとダメかもしれませんが、でもね、その過去の本試験を見ているとね、この収益認識の本試験を見ていると、要件をそのちゃんと例示に当てはめて記述するスペースって、実はあまりないんですよ。ちゃんと当てはめようと思ったら、もっと行数が必要なんだけどなというようなです、ね、問題が多くてうん、ここまでの本試験を見ると、結局、要件を挙げて、当てはまってますね、当てはまってませんねっていうのをさらっと書くような問題が多いです。 なのでやっぱり要件を挙げられるっていうのが一つポイントになってきますので、まあ、このタコさんのね、出題で星がついているところは、これ確実に押さえてください。で、特にですね、返、えー、品券付き販売の取り扱い。これ、レンクだとね、もしとか通れで出してないんですけども、この返品券付き販売の取り扱いですね、あの、よく出ていたので、えー、まあその部分ね、一応ポイントリスト。 うん、これ10 26の18か。このあたりと合わせて見てもらいたいと思いますし、まあ、とりあえず星がついているところは確実に要件を押さえていただきたいというところ。で、さらにですね、ちょっとここですね、簿記のテキストで契約変更ですね。この契約変更はポイントリストで、ね、あの載ってないんですけども、この契約変更を1、えー、社ですね、出題していた学校がありますので、簿、え、記、ー、のテキストでいいですから、契約変更をね、あのこうフロア入れますよね。 独立の、こうなった場合は、えー、独立の契約として処理するとか、こうなった場合は、既存契約を解約して新契約を結びますっていうフローがあったと思いますので、まあ、そこに当てはめて設定を検討できるような力はですね、一応問われる可能性はあるので、ちょっとポイントリストじゃなくて申し訳ないんですけれども、契約変更はですね、一旦僕の力的質ので一通り確認してもらえるといいかなと思います。はい。あとね、これはもう余裕がある方でいいんですけども、とりあえず4件を挙げて、えー、検討するっていうパターンが、 まあ、収益認識が多いので、余裕がある方、担当のレジュメを見て、要件の部分だけ、もう丸暗記でも構わないんで、要件だけちょっと覚えましょうっていうスタイルで覚えちゃってもいいかもしれませんね。あの、過去の試験を見てみると、やっぱりその担当レベルの細かい知識で要件を、えー、まあ、要は当てはめるような問題も出ているんですよね。はい。えー、なので、 ま、余裕がある方は担当のレジュメで要件だけ覚えていくっていうこともね、これ十分に対策にはなると思いますので、はい。ま、ぜひね、あの、ちょっとその部分は幅広く対策を立てていくといいかと思います。はい。で、当然ね、この、ポイントリストに載っていないけれども、当連出しましたっていうね、レックの当連ですよ。レックの当連出しましたっていうライセンス契約とかもありますので、一応特に収益認識は、ポイントリストにないものも、当連だけしかね、ないものも、あのー、収益認識はもう幅広く復習をしておいてください。はい。 まあ結構二論点ぐらいね、あの、当連だけの問題ってありますから、レックの方でね。なので、まあそこも含めて、ちょっとね、要件っていうものをちょっと意識をして、使用してもらえるといいかなと思います。はい、えー。ということでね、まあ簡単ではありますけれども、まあ他校さんのね、模試の出題を受けて、えー、まあちょっと重点項目をですね、洗いいしてきました。はい。で、まあ本試験までですね、もう2週間はね、切っております。で、まあ最後ですね、 えー、この期間で覚えたことがね出題されるっていうことも、これやっぱり本試験後のね話としてはよくある話なんでね、よくある話なんで,ですか、まあ、本当に1日1日のですね時間価値っていうのは、ここからめちゃくちゃ高くなりますので、あのまあ、優先的にねやるべきことをですね決めてあの、本当に時間がない方は全部やろうとすると、全部中途半端になってしまいますから、まあ、何をね優先的にやるのか、やったものに関しては確実にですね自分の中に落とし込んでいくっていう、ですね、まあ、少し焦るかもしれません。 がねえーまあ、焦るからこそ、ここはもう腰を据えて腹をくくってです、ねえーいや、見ていく範囲はある程度絞ってやっていくといいのかなと思います。はいえー、ということで,です、ね、まあ、二度目先生も、ねえー、おっしゃっておりましたけれども、まあねあの、非常に暑い日が続きますけれども、最後の最後、ね、体調管理を、ね、万全にして、えーまあ、本試験ね臨んでもらえるといいかなと思います。えー、それでは、ね、本試験あの、頑張っていってください。応援しております。お疲れ様でした。 ではは先生、はい、いありがとうございます、えー。今、影山先生がおっしゃったように、ですね、えー、最後の追い込み、ですね、諦めることなく、えー、頑張って本試験を迎えるようにしてください。体調管理の方ですね、えー、どうかしっかりとやっていただいて、本番も、えー、会場の外は暑いですけど、会場の中はですねあの、かなりクーラーで寒かったりしますから、上に羽織るものとかをね、準備するようによろしくお願いします。 それでは本日はご参加ありがとうございました。先生方ありがとうございました。本試験頑張ってください。